アメリカ人っていうか、テルチャンピンの企画らしくて、テルチャンピンが暇っつって。ね、暇だよっつって。鬼ごっこやろうって言われて。鬼ごっ、お前いい年して鬼ごっこはねえだろっつって。うん。お前いくつだと思ってんだよって。俺30過ぎてんだぞっつって。32になるんだよ、もう。鬼ごっこもクソもね、手が熱いな、今日。やばい。とんでもねえ熱さだよ。鬼ごっこはねえよな。さすがに。熱いっす。その全身筋肉痛だよ、俺。ちょっとやりたいくせにやりたくねえわ。全身筋肉痛だわ。どの辺にいるの？いや、俺は走らないよ。どの辺に行けばいいの、テル？牛島くん似てねえだろ。どの辺に行けばいい、テル？歌舞伎の掛け声みたいな。よ、牛島っつって。あれたまえ。了解でーす。え、ワンタロウもやんの？ワンタロウと、エセ外国人となんだっけ。ワンタロウ、エセ外国人。メンツがわかんねえな。髪の毛赤い。え、知らなかったの？結構もう、経つよ。暑い、今日。沖縄より暑いよ。この気温の差でやられんだよな。伊勢関西だっけ？なんだっけ？なんか、伊勢なんとか。え、どれさんも来んの？来るわけねえだろ。どれさんがやるわけねえだろ。俺だったらドレさんと喫茶店でまったり対談配信やるわ。ドレさんも来んの？本当に。嘘だろ。来たら笑うよ。アメリカ人ね。あ、島次郎よろしく。島次郎もいいんだ。あ、初対面だね、島次郎。楽しみだな。え、そっち配信回してないの？結構じゃあ人集まんのか。ルール変わるよ。ドレさんと俺が入ったらルール変わるから。本当の鬼見ることになる。本当の鬼見てえだろ。ねえ、楽しみだね。保護者的なポジションで行こうか。ドレさんは何だったっけな。なんかね、俳優かなんかだったと思うよ、映画の。で、配信やると思ってなくてパッてつけたんだって。でも配信10年になってるから帰らんないっつってた。アルタ前。ドレさんはね、走り込んでるからね。まさか32歳手前にして、暇？鬼ごっこせえへんって言われると思わなかったわ。俺そんな32歳想定してなかったわ。考えたことある？おい、磯野、野球行こうぜみたいな感じで。わ、わど、暇？暇。鬼ごっこしようぜ。どこで？歌舞伎。笑うだろ。
ホだよ、アホ。どう考えてもアホだよ。いつまでも若い、若くないよ俺ら。うわー、ランチタイムのいい匂い、そううまそうだな。大人の鬼ごっこね。俺、トレーニングだから全、ていうか、ドレさん本当に来んの？うん。捕まらないで。俺は捕まるようなバカなことしないよ。これた前か。欲しいな。ドレさん来たら俺爆笑するよ。さすがに53で鬼ごっこはねえわ。大爆笑するよ。旅終わりじゃないよ。中断。一旦停止。中断ね。終わりじゃないよ。俺はやるっつったらやるから。風強えな。攻めたもん救いだわ。音でかい？音小さくした方がいい？音割れてる？音割れてるっぽいな、なんか。音割れてない？みんな。音どう？割れてる？この時間の外配信って逆に珍しいかもね。音割れてますか？割れてるかどうか聞いてんだろうがや。コメントくれや。音が割れてるかどうか聞いてんだろう。頼むよ。本当に。少し大きい。ゲイ。あ、あ。そんなでかくないっぽいけどな。あ、あ、大丈夫？ちょっと下げとくわ。ちょっとだけ下げときます。あ、あ、訂正っす。大丈夫、これくらいでいいかな。 OK ですか。アメリカ人と鬼ごっこってすごいよね。どっからどう見ても日本人だからね。なんならちょっと韓国人入ってるから。オッケー。
カンナムスタイル踊りそうだもんね、あいつ。島次郎いいやつそうだもんね。いや、一緒に企画やんぞ。わかんないけど。なんかあのサングラス、カンナムスタイル絶対踊るっしょ。音楽流れた瞬間に。熱い。おじさんだぜ、もう俺。きついよ。のんちゃんはね、今日頭痛くて寝込んでる。あとでサウナ行くっつったね。頭痛いって騒いでんのにサウナ行くってすごいよ。荒療治にも程あるわ。さすが俺の女。キッチーガイ。おう、ジャパニーズキッチーガイ。モンちゃん全然いるよ。よく映る。はい、ダメ。おでこから来るタイプだね、俺は。全身してるタイプだから。おでこが交代してるんだよ。俺が前に進んでるだけだよ。お前さ、32にもなったらハゲますよ。ハゲない方がおかしいんだよ。あ、本当にどこなの住んでるエリアは。どの辺雨なんだ。ピーカンですよ、ピーカン。似合う顔だよね、正直。スキンヘッドでいっちゃうから。ハゲなど怖くないよ。ハゲを恐れるな。ハゲを受け入れろ。ハゲは敵ではない。福島も天気よし。福岡天気よし。天気よし。大阪だ。大阪ちゃん雨だ。懐かしいな、もう何年前だろうね。結構時間経つよね。暑い。いや、丸坊主だったよ。ちゃんまんの家に突如したときは俺は坊主だよ。北斗の拳の雑魚キャラの時の髪型は、あれいくつの ?17 歳の時。あんな髪型で言ってないよ。記憶がごっちゃになってる。あっち。
画質はどう？悪くない。画質は今日もいい感じ。歌舞伎町嫌なのが電波取られるんだよね。歌舞伎町 PTPT する可能性ある。あるたまえ人が多いと電波取られるんだよ。混戦するから。今日はね、歌舞伎町配信者がいっぱい集まってるから、ちょっと鬼ごっこしようぜってテルチャンピにお誘いを受けたんで、おう、行くぜーっつって。鬼ごっこ行くぜーっつって。鬼ごっこが大好物だから。ていうかさ、あいつらスマホで鬼ごっこやるからいいかもしれないけど、俺パソコンとバッテリー抱えてんだけど、振りすぎるだろ、いくらなんでも。なんで俺だけこんな不利なんだよ。今何時？もう2時かよ。マジか。あいつら元気だな。ワンタロー枠開けた？スギちゃんみたいだった。スギちゃんどこ行ったの？誰が最初に大国高校？青山から俺は聞いたけど。青山から誘いを受けた。LINE がかかってきて。青山企画じゃないのかな？わかんないけど。多分、俺ね、思うけどね、この企画考えたやつ多分ね、バカだよ。うん、この企画考えたやつバカだと思う。だから今日集まった中で一番バカそうなやつ見よう。多分そいつが考えた企画だよ。うん、シャープかまさねえよ。男前。いや、男前。ありがとう。暑いよ。新やつも来んの？聞いてねえよ。新やつ来ないでしょ。暑い。この企画考えたやつはバカだよ。こんな暑いのに。やっちょくんの？マジで？やっちょもやんの？すげえ豪華なメンツになってきた。みんなふわっち？いきなり参加した？すげえな。どんなコネクションだよ。いや、やっちょと LINE 交換しよう、後で。思ったより人数増えてんな。ドレさん来るんじゃないの本当に。なんかいそうな気がするわ。あ、ドレさんっていうか、今度から俺ドレさんのことパコさんって呼ぼうと思ってるけど、親しみを込めてみんなでドレさんのことパコさんって呼ぼう。金梅さんも来るのかな。パコさん来るかな。ジェダイって東京なの？ジェダイは来ないんじゃないの？リスナー層が違いすぎる。延長しまーす。延長するのでアイテムお願いします。目いて。風強影響。
砂ぼこりがやべえな。え、アルタ前にいんの？マジで遅れた？すまん。いや、誘うのが急すぎるんだって。前の日とかに誘えや。今暇、鬼ごっこしようって無理があるだろ。俺、さっき声かけられたんだよ。暇だけど。俺だって外配信の準備とかいろいろあるさ。どんだけ暇だと思ってんだろう、お前。遠いな。小学生ぐらい暇だと思ってるんだろう。信号が変わります。信号変わるの？水分補給もまめにやるよ。ああ、俺の売りは賢だからな。バカ配信者どもとは違うからな。天才的な頭脳を持ってったんだ。いや、まあ事故が多いんでしょう、新宿は。いやいや、俺リュックサックで4キロのバッテリーも持ってるわ。4キロのバッテリーも持ってる。パソコンだけじゃねえわ。新宿駅着きました。まだクマ取れねえな。旅の疲れがまだ抜けねえ。今ね、西口ですね。新宿の。もう着くよ。もう着く。やっちょも参加すると青山もでかくなったな。青山何気に着々と人数増やしてるよね。実力あんだな。まだ見れてる？見れてたらみんな手挙げて。電波取られてない？どうすか？OK、 ありがとう。じゃああれだな、今バッチリ映像が届いてるってことは、みんなの画面に目の前に小田切ジョーの顔が映ってるはずだよな。合ってる？小田切城映ってる。ど真ん中に小田切城映ってるはずなんだけど。映ってなかったら電波おかしいわ。あー、そうなんだ。企画が被ったのかな。なるほど。
やっぱりあれだな、アルタマイクルとダメだな。アルタマイクルとね、電波取られんだよ。見えてっかな、どっちだろう。定番ですよ、アルタマイあるある。アルタマイをね、集合場所にすんのよくねえよ、配信者。電波取られんだから。みんな見れてる。坊やも坊やが女子とか絶対走れんから心坂遅れてくるから見れてる。なんか罰ゲームされないとつまんない。お前な、俺の枠で言うよ。見れてないかな、薄いかな。俺の枠多分きつくね。それいいかも。負けたら花火出発やばくね。みんな見れてる。いや、やっといるよ。お金かけるって言ったら、スイスイス、よろしくお願いします。お願いします。お前誰だ。ダメだね、リスナーがカメラとか回ってるから。いいやん、いいやん。リスナーでしょ。リスナーじゃねえ、ワン太郎だよ。ワン太郎か。ワン太郎だよ。ワン太郎だったわ。唯一あのバキの話はちょっと俺が笑ってるだけのワン太郎だ。ワン太郎か、お前。なんだ、リスナーかと思ったわ。ちげえし、もうかだね。よくコメントする配信者。これサルビアソリッドみたいな。この展開どう？いや、ヤツがいるのがどうか。ここまでになる。ヤツがどうか。ドレさんの代わりに。どうしよう。ドレさんは来ない。ドレさん来ない。ここがあれみたいな。さあ、次は世界の栄光を見せぞ。新宿駅東口のシンボル。この中、新基地として。階段の中でタッチされたらまた逃げて配信する。この夏、有楽町マリオンに専用劇場をオープン。その名もオルタナティブシアター。見れてんの？新しいエンターテインメント。見れてる。世界中の人を笑顔にする。東京27度。熱っ。熱すぎるだろ、いくらなんでも。やばいな、配信者系の。ルールも決まってない。なん見れてるの。まあ俺パソコン配信だからさ、画質が売りだからさ。これきついな。どうしよう。これレッツノート。レッツ。レッツの何？レッツの F CFRZ っす。RZ っす。画質いいよね。全然綺麗よ。ゲーミングじゃなくてもいいんかな。ゲーミングじゃないっすね。あ、やっちやちょ、デルなんだ。デルのデスクトップ並みに出るやつ。おー、やっちゃった。シェフの旗買った。結構ね、女性インソールを。これ、インソール見ていい？インソール。臭い。臭い。臭い。これ何
ちゃん。これでこれで踊ってる感がすげえ伝わってくる。画質がまあ一番いい。そりゃそうでしょ。手の中のさっ。Hi everybody. Hi. マケダ花火出発だ。すごい。あれ誰チームチームに出る。新やつさん。もう出た出た。出た。うわー早いなー。どうも新やつです。どうも。あこんにちは。そう。あざっす。今日はこのメンバーで。あいいっすよ。配信やってるならあまり聞けなくない。まだ俺やってないけど。いいです。ここやってるけど。いや、もう、ねえ、青山、青山、新やつ。うわ、うわ、俺、なんだ俺、あれだ、入ろう。俺が、ダッシュ入る、入る。わぞ、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 頑張ってください。頑張ります。いやダメージ半端ねえわ。誰か分かってないと思う。有名にならないとな。有名にならないとね。スタッフの人みたいなんですよ。だってあの金梅チンといっても金梅チン撮影係だから。マジまあ俺もするときあるけど。まあ、俺の方がね知名度。あいや本当にある。あでもね大人の人は金梅チンやけど若い子は多分俺やと思う。あのね、あの職場で配信やってるって言ったら新やつの名前出た。マジで。やっぱ一般知名度あるのは新やつ。知名度ある。ある。鬼。警察は慣れんな。警察は慣れない。でもね、ここで鬼ごっこやつは交番すぐ来ると思うよ。本物の警察が来ちゃう。やばいね。呼び寄せる人。呼び寄せる。パワーツーザピーポー。温かみなみ。やつちょっとみなねこさん来てる敗北ちょっとしゃぶ中としまじろうとあとリスナーリスナーじゃねえよなんでリスナーさんかよ特別さんかよワン太郎だよワン太郎かワン太郎だわリスナーかと思ったわワン太郎だわこれからのし上がるそうかこれからのし上がるワン太郎だったわリスナーかなーと思ったいいね水ごろ来るんだよ。いっすー、ドルさん。いっすー。でも、ケニ君あれよ。俺、アメリカ人に初対面で、あ、どうも、よろしくお願いしますって思いっきり日本語から入られたから、びっくりしてるんだよ。キャラ設定どうなってんだよ。あ、どうも、よろしくお願いしますって握手も。全然日本人じゃねえよ。こちら上がってる、バカみたい。こちら上がってる。あ、ありがとうございます。シマジロステッカーいただきました。わっしょい、わっしょい、わっしょい。わっしょい。これでも、これでもあれでしょ。これでも、これも。これあれでしょ。ジャグラーのパクリでしょ。ジャグラーのパクリでしょ。2カメで。鬼が引っ張って。どうも、野原さんいらっしゃい。BTBT してない、大丈夫。今。BTBTバレよ。170センチあるか、170にあるか。何言ってんだよ俺。走るからこれ2個もいらんな。絶対いらん。ちょっと濃いんだ。大人がこの厚さの中で筋肉痛まだ。筋肉痛やばい。これやばい。しかもこれ充電しながらで。こんばんは。
久しぶり。あれ？なんで？いやなんか YouTube ちょっと企画がなくなったから。こう言ってんだから。いやめっちゃいいやつ。ちょっと。今童貞どもが騒いでるから。だから童貞ども。あの放送できん。そう。どうする？何するのこれ？そう動き回る。風船プレゼントありがとう。160じゃない？140。新野町が。でかいなんかビルみたいな中入ってた。あれあの心ちゃん。あと心ちゃん。ありがとうございます。解説ありがとうございます。パソコン熱大丈夫だよ。レッツゴー。誰がパソコンで大手くらりしたパソコンみんな何でパソコンなのってオラコさんやばいからマジで。これリナネコさんとかダメかパソコン俺とあ、リナネコいいんだ。リナネコってあれでしょ、パーツ一番ブスの子でしょ。なくなっちゃって暇してたちょうど死んでたから。マジで一番ブスな子だよねリナネコってね。ちょうど日本があまりわからない。さし呼び込ますらないとマジで生きていけないから。マジでも全然違うよ。あ、もうやる。ワードをパスコンプチコス。リナネコとか一番ブスで有名だから。次ワードさん、次ワード怖いわ、本当。何してんの？俺は結構エツラ集めてるよ。エツラ集めてる。何ストリート？ライブするの？これ。これ何するの？これで俺持って走る。お前だけやる。お前だけ。先出しがアイデンションだ。さっきのファンの子が。すごいね、やっぱりやっちゃうね。もうなんか機材持ってコロコロさんいるよ。コロコロでけえな。いや今こうやって持ってたんだ。 YouTube 用に撮影したんだって。いいな、いいな。37万なんだ。へぇ、これ37万も出るでしょ。ここら辺もじゃないバチャバチャしすぎやん。ものすごいメンツだ。これはなんで YouTube の撮影だ。暑いよ東京。東京暑い。万太郎。これ見ててくんね。タバコ吸って。これでもお前しかいねえから俺の放送つなげるの。この中にいる中で、はい、お前ぐらいのトークスキルあるじゃないと俺の放送つなげないから頼むわ。ということで今、コレコレさん深夜町青山アメリカ人、ふわっちで女配信者の和と心ちゃんと、あとワン太郎、あとシュマジローで、まあ、お送りしてます。はい。こんにちは、ワン太郎です。はい。ちなみに、皆さん、これ、
多分これリア凸数増えてない、これ増えてるね。ね、そうメンバーがすごいで、新八丁が、新八丁とこれこれが、というかさ、今これこれの名前出したらこれ新宿にワンサが集まるんじゃないですか、いろんな人が。ね、お疲れ様です。おワンタロや、うん、和とここね、同じ赤着てるんだ。こうや、でも、あ、こうや来るの、そう、イベントがすごいね。ワンタロ配信者や、配信者だ、配信もうとんだけなの、おかしいやろ、おかしいやろ、うん、あの旅配信してた閲覧10でふわっちで日本縦断ヒッチハイクした男だよ、覚えて、ね、本当にちょっと大丈夫かなって、まだ電話ある、重いな、そうワントラが一番面白いだろ、輝いてるだろ、うん、ランタロがパクってる。そう、ドレさんは今日、いや、あの人が、あの人が、あんなこんな肉こんなやって、こんなやったら、もう、それこそ、逃走中のあの、スーツ着てほしいよね。いや、リスナーじゃねえよ。リスナーじゃ、ごめん。ノースフェイスだぞ、お前。いい帽子履いてるだろ、これが配信者だよ。そう、やっちょの後ろをすけれんけれんけれん、いや、オーラはあるよ、うん、オーラはある、そう、化粧はしてる、うん、そう、財布がね、見つかってないんですよ。和道さんも心配してくれたんですけど、そう、財布見つからなかったです。はい、そう、これこれさんは、アルタ前、アルタ前にある、なんか、円柱のところあるじゃないですか。円柱？円のところ？そう。ない。そこで多分撮影してる。そう。で、なんだろう。さっき深夜、和道さんが深夜っちょさんと撮影して、撮影されてた。これ俺も持ってる。え？これ、あ、やっちょさんのじゃないですか？俺のじゃない。これ何なんですか？これ発電機や。発電機？あ、そうだったんですか？これで充電してんだ。これやべえな。いくらぐらいですか？結構。頑張ってね、3万ぐらいかな。これ10万アンペアとかそういうレベルなんですか？発電機か。何でも充電できる。これ持ってやるの大変やな。持ってきてるんですよ。俺も持ってたけどね。充電器なくなってる。あ、はじめまして、ワンタロです。でも見たことある。本当ですか？なんか旅してる人が。はい。ありがとうございます。ふわっち配信者いっぱいいるじゃん。ふわっちで、ふわっちくるみで今日やろうみたいな。そうなんだ。知ってるわ。名前知ってる。すごい。お前。これリスナーじゃないだろ、これ。どうしてリスナーが喋ってるのじゃん。リスナーじゃないって言うんじゃん。今日ふわっち率が高い。みんなふわっちじゃん。やっちょさんはふわっちの頻度は、だんだん減ってきてるじゃん。そうだね。やっぱツイキャスが。ニコ生してるさ。ツイキャスとニコキャスに合わせてる感じすごいあるんですけど。なんかね、やっぱり、ね、ニコ生はね、はい、企業の仕事とかさ、やっぱ超会議も出してもらったから、はい、ちょっとね、やらななって思って。こういう真似のやつとか見ましたよ。あ、で、見た？見ました、見ました。初めて公式出たのはあれなんですよ。あ、やっちょさんでやっと。そう。何回か誘われたけどね、はいはいはい、タイミング合わないで、なんか俺の普通にアーティストの活動のライブの方がかぶったりとかしてて。はいはい、ワンタロってあの子、誰だっけな、アホ兄さんじゃない？そうです、あの絡みがあって、なんか沖縄かどっかで、北海道で撮影されてちょっとお世話になったんですけど、 その後やっちょさんと絡んで、なんかね、家出少年、家出少年で本当に警察嫌いで捕まれて。え、なんかあるあれ、はい、え、なんもないですよ。ありました？ないから、何なんだ、アホ兄さんで繋がるんです、アホ兄さん、なんでもやっちょかし。俺その流れちょっと見てる、結構破格ですよね。まあ、こっち引っ込みだ。はい。財布見つかってないですよ、そう。和道さん、やっちょさんが、俺のこと、ワンタロでしょって言ってくれる。あれ、そうだから、有名リスナーだから。違う。あ、お前、リスナーじゃないの？ただの出しゃばりリスナーじゃない。じゃないの？じゃないです。知らなかったわ。え、何屋さんなの？何屋さん？配信、配信者か。知らなかったわ。配信者なんだって、この人。プロリスナーかと思ったわ。プロリスナーじゃないよ。プロリスナーって出てくるんだよ。プロリスの人じゃないんだ。
帰ってきたの。仕事さえ同じ名前なのにこんな違う。全然違う。え、じゃあもっと走れる状態で。日本橋、この辺りで。あっちいいなぁ。デシャバリリスナーだと思ってたよね、みんなね。カメラ回すデシャバリのリスナーさんでしょって。何だよ、俺筋肉痛なんだよ。あ、アルタ前っすね。アルタ前です。どうも。映像大丈夫かな、途切れないかな。ここは電波良さそうだね。いや、俺ここでね、やるのはちょっと反対だね。人多いから。警察来るよ。警察来る。俺はここでやるの反対。はい、ワード2。いらっしゃい。すごいよ。リスナー人数、1、2、3、4、5、6。6人いて、あと、なんか、デシャバリリスナーが1人いる。デシャバリリスナー含めると7人いる。で、今、コルコルさんが通った。なんかね、帽子かぶった、なんか、ワンタロウっていうデシャバリのリスナーさんが来てるんだよね。新野町、新野町。さすがにこの、この風貌で新やつ以外だったら笑うわ。いや、俺は走らんよ。俺は走らんよ。帽子をみんな持ってないから。デシャバリリスナーのワンタロウくんっていうの。あ、そうそうそう。やめて、ほんと。ほんとやめて、足遅いし。すごい悪くない。ほんとやめて。ほんとやめて。どっちにしても足遅かった。そう。王道と中堅リスナー無理だって、なんでお前ら無理だって、ちょっと絶対に無理だ、落ち度前は立ちで、落ち度お願い、昨日サメディマリーから前をじゃんけんしようや、すごいね、やっちょくるっていうのはね、青山も株上がったよな。さっきコルコルさんもいたし、コルコルさんが YouTube の撮影してたよ。パソコンだとまあ画質はいいっすよ。ねえ、こんだけ集まると楽しいね。金梅さんとかねるさんは夕方でしょ？いや、そのコラボ。まだでしょ？まだだと思う。暑い。27度だって。あ、どうも、こんにちは。もしよかったらフォローしてください、皆さん。お願いします。すごい聞こえる、大丈夫。風が強いからさ、声聞こえてる？大丈夫かな？フォローよろしくです。精神って言わない、本名言わない、ネルさん腹壊したの、マジで。いや、俺ここでは鬼ごっこはやりたくねえな。ここでは俺やんない。ここでやったら迷惑かかるから、俺は黙ってる。絶対通報入る。画質いいでしょ。あ、ちょっと前からありがとう、ゆきさん。どうもです。フォローよろしくお願いします。ネルさん腹壊しちゃったんだ。安定してる？自販機ないのかな？見てもらう。あ、俺にも見るよ。早い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 。
さすがのやつだな。さすがだな。早すぎる。早い。もう捕まったじゃん。もう捕まりましたよ。もう、警察官がもう、あ、やっちょだなって言って、もう、やっちょをめがけて歩いてる。早い。いいのかな、半端ねえな。しかも、やっちょに、やっちょだ。ピンポイントやっちょだな。ピンポイントやっちょ。あ、こいつだ。しかも配信まだ本当につけてないのに。そう、一応唯一つけてないやっちょに怒られてる。唯一つけてないやっちょが怒られてるから。, 笑うわ。通行人をね、移す場合は逃走権扱いしない。出た出た。配信つけてないのにもう。個人とかみんな言ってください。セルがボケてやってる。じゃあ気持ちいい。みんなひどくない。みんなひどくない。やっちょさんが一番戦ってるのにみんなも知らんって言ってる絵が撮れてる。説明して。自分たちはわかる。何撮ってないものは撮ってないから。それは撮ってないって。あ、勝手にフォローと通知ありがとう。やっちょが怒られてます。まずここはまだやってない。そうみんなはやってるけど僕はやってない。つってんの、これだってライブ配信つながってんの。はい、バカツ。これなんかテロップはバドさんとリアと通称。タイトルタイトル。リスナーがよくやるテロップ。これはもう直してこれこれとか集まったまずだってこれこれとは絡みはあるない。子供たちがそうです。何でも初めてなんで。新宿はやっぱこういう風に配信者とか飯が集まる。いや公園行こうぜ。公園公園行こうよ。ここで鬼ごっこは無理があるよ。どう考えても。まあゴールデンウィークです。関係やろ。関係人数こんだけいいな。関係の方が関係でいいやろ。関係やろよ。関係関係の方が面白くない。公園で。カンケリンしよう。これね、長引けば長引くほどね、プロアンチがね、湧いてきて、あ、なんならあれですね、映ってわざと、俺のこと映したろっていうアンチいますから、ね、それは見るでしょ。こんだけ人がいてカメラ回してない。青山が企画してるのにやっちゃおう。やっちょがこんな状態なのに、しまじろうはあっちでコラボしてるからね、あっちで。はい、さあ集合。はい、集合。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 ケイドルやるんかよ。とりあえずみんな。こいつアホだろ、やるんかい。
これはやんねえよ俺はやんねえよ俺はここでやんの反対だよ。和藤さんは俺はここでやんないよ、反対だよ。さすがにここは迷惑。俺はここでやんないよ俺やんないよ。荷物番でいいよ。じゃあ荷物全員寄せて、ここに。やらない、俺やらないよ。絶対迷惑になるもん、こんなところでやったら。やだよ。いいよ。じゃあ、これあの、守護しねえよ。俺やだよ、迷惑返しよ。俺実況役で、ルールだけ。あの、ここで。俺警察で解散するのかなと思ったら、ミーティング始めやがって。集合、軽ドロ始めるよ、つって。俺は荷物番やります。荷物番。ハンバーガープレゼントありがとう。リポーター役やるわ。じゃあ実況でいけよ。俺は迷惑配信が嫌なんで。ワンタロウ、ワンタロウ。プロリスなんですよ。プロリスなんじゃない。違うの。目立ちたがりのリスなの。俺はもう年だもん、筋肉痛だし。プロリスナーだよね、この人ね。この人プロリスナーでしょ。違います。違実際思うよ、無理だよ、俺バッテリーこんなんだよ。これ4キロあるんだよ。4キロあるんだよ。これ野鳥持ってるって言って。そう。あ、野鳥持ってんだ。すごいね、やっぱ。無理よ。俺走れない。無理無理。みんなの足の速さ。警察がここにいるのに、もうなんか始めてるからすげえ。ちょっと一回走ろう。警察監視下で軽ドロやる。これ背負ってればいいの。ちょっと心ちゃん、心ちゃんのバッグにあの僕が背負うことになりました。お願いします。はいよ。参加する人ちょっと走ろう。あそこまでタッチして。アホだわアホだわ。配信者やっぱアホだわ。新宿駅東口のシンボル、情報新基地として。あ、ほら見てください。この喋ってたね。知らんよ俺。行くよ。あ、じゃあ俺用意。俺荷物搬します。じゃあ行ったん。ワロクさんがこういう。しまじろうが一番早い。早い。しまじろう早い。めっちゃ早い。野球面ダメだ。アメリカ人遅いわ。無理あの、ね、腰が痛くなった。いや無理かもな、これ。シマジロー強いな。無理だよ。警察する俺あの逃げたいからカバン持つ。ドロケンな。ホコロさんのカバン持つ。見守っててください。じゃあ帽子の人が警察な。あれ名前だよ。帽子の人アメリカ人の。アメリカ人の聞いて。で罰ゲームはどうする。花火10発でいいの。みんなできんの。花火10発できる。捨てないよ、かわいそうでしょ。捨てません。それはルール。警察側が青山。どうやったら勝ちになる。軽ドロのルール知らねえのに軽ドロ始めたわ。かわいいね、すいません。かわいい。待ってた方がいい。3対2
3対2。これとワドさんいるよ、ずっといるよ。荷物いるよ。ワドさんは荷物。3時って全然時間ないやん、30分。誰も盗まねえだろ、こんな状況で。でもワンタロウも参加しとったらいいじゃん。こんな状況で物盗むバカいねえわ。ワンタロウ参加しろ。だって22やったらさ、あとこっちゃんと俺やったら逃げ切れないやろ。俺も参加する。絶対見つかったら逃げ切れんもん。そのまま誰のセーフ。でもドロケンルールやったら、もし捕まったらここの中にいてタッチしたらまた逃げられるから。はい。ケーキありがとう。イヤホン。それ私のイヤホン。これ私のイヤホン。何してんの？え、ドラゴン2人しかいない。ドラゴンやろ。上がりました。ドラゴンとしてあの今人数が。これ荷物盤、もう鉄壁の荷物盤だから。荷物鉄壁で守るから。下田景樹とか、俺もどっちかっていうと下田景樹系の髪型だから。下田景樹とか。帽子かぶった人が全員。プロリスナー集まってきたな。これだって持ってある。赤い服の子は心さん。隠れも見ない。ワッツの配信。まず俺パソコン持ってる時点でな、売り切れないと思う。このバッテリー。そう、バッテリーもいるし。待って。自称サイズ。ちょっと俺は。ちょっと俺は。なんで？花火10発。警察側に。でも警察の2人。すいません、すいません、プロリスナーの方ですよね。違う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 。女の子映らないんで。すいません、すいません。女の子プロリスナーの方。プロリスナーですよ、あの人。プロリスナー配信者。じゃあ、ワンタロウ。なんて名前、ワンタロウか、お前。ワンタロウだったわ。ワンタロウか。だから、警察の人は、ボディちゃん、スタジオ。警察の隣で経度の説明してる。泥棒は、勝ち抜いた人、もし2人で勝ち抜いとったら、で、一人しか勝ち残ってなかったら、ちょっと参加します。はい。泥棒側で。本番までわからない。喉乾いたな。ガチガチ日本人。これ日本語わからないから。ちょっと、後で、なんか。お疲れっすー。楽しんでってください。あ、これこれが、一回これこれ映しとくんじゃん。これこれ、今撮影やってる YouTube の。これこれ盗撮しよう。すげえいっぱいいるよ。これこれリスナーやばいよ、見る。これこれリスナー企画参加してる人、ね、あ、そっか、あ、これこれ映すとまずいか、まあ、これこれがなんか企画でなんかやってるけどすごいよ。違う、これこれは怒られないで新八丁は怒られるこれこれは一切怒られないで新八丁は決定的に怒られる。LINE とか電話でガツガツ来るからタイトルすごいじゃん、聖奴隷だよ名前テレチャンピンの聖奴隷ってタイトルずっとやってんだよ俺引いたもんしかもあなたが普通にナーボーに絡んでる事務所的に大丈夫事務所的に大丈夫大丈夫なのすげえ大丈夫です新しい新しい新しい大丈夫ですまた警察俺らがやっぱ問題起こさないよ絶対今日やるやらないやりません。あのちなみにあの心ちゃんは今シュマジローにも興味があります、ね、シュマジローにちょっと内緒じゃないですか内緒内緒黒服のやつだけ知らん。あーあれだね俺かよ俺かい俺じゃねえか俺荷物盤やるよ荷物盤やる、うん、あの捕まった人の実況みたいな。ここでいいか。じゃあここの線の中で狭これが若いみたいな。まだ誰かが捕まったっていう情報があったらコメントに流して助けに行くか。見て和道さんの話じゃあここで軽ドロは無理があるって思ってたと違うってなってる。公園でやろうよ。公園でだったらやるよ。ここでここで鬼ごっこ充電スポットにも充電スポットにも21パーしかねえわ。帽子かぶってやるけどだからお前出すと青山あとはアメリカ人だテルの後ろ本当に
あるの。シュマジローか、あれだね、エセ外国人だ。エセ外国人。遅くないから、私なんか多分誰も見つけてもらえなそうだから、ダブフンダスしてるわ。だから最悪、ガノちゃんだけ送る配信って、俺も見つけてもらえないそんなに怪しく見えない。警察待機してるけどね。警察待機中だよ。あっちいよ。あそこの配信は目立つからね。でもスカラさん、場所特定されて追いかけられる。じゃあ荷物番やります。じゃあ荷物番やります。ここでね、ケイドロはね、俺はやりたくない。ちょっと無理がある。ぶつかったりしたくない。青服短パン、そうだね、それが島次郎、背高いのが島次郎だ。始まったみたいよ。始まったみたいだ。だね、走ってんだ。だから僕は荷物番やります。え、警察なのこの2人。ここ警察らしいよ。二手分かれるより絶対二人で一人を詰めた方が早い。二手分かれる。俺は荷物番やろう。リア突お待ちしてます。ココロちゃんって携帯配信してないじゃん。いいんじゃない。ココロちゃん今どこにおるかすぐ情報ちょうだい。まああの画質は一番いいと思うよ。早く情報ハト、ドット頼むで。頼むか。この後みんないなくなるか。ちょっと誰の財布これ。俺持っとくよ。いいの持っとくよ。ほっほっ、青山、なんだ、バーバリーが結構いいサイズ使ってるわ。バンドとかちょっと、これ、はい、こっち、はい、この辺でいいっすか。僕の質問じゃないんで。OK です。え？あ、これ青山だっけ？なんだ？ココロさん。ココロちゃん。ココロちゃん、テルちゃん。いいサイズ使ってるよ、バーバリー。今すぐ私に情報ちょうだい。してないぞ、枠。嘘でしょ？枠してない言うとる。枠してないの、企画を間違えてる。やばい。どうしたらいいの？完全に企画理解してないの。やるっすよ。どうしたらいいの？絶対捕まえれないと思う。電話番号もないのじゃない。大丈夫、新やつと一緒に囲ってるはずだ。すぐ分かる。なんでガムついてんの？普通に。警察帰ったの。そう、心ちゃんバチやってるから今すぐ検索して。喉乾いたな、ジュース飲みてえな。やっぱコレコレすげえな。人集まりすぎでしょ。コレコレ20人ぐらい、15人、20人ぐらいそこに集まってる。 YouTube の企画やってる。ダッシュピンカーさんしてる。心さん配信した。心配信してた。今すぐ行け。あのクソアマは絶対私一言通りしてやるから。見とけよ、ほんとすぐ捕まえに至るからな、ほんと。これ誰が一番美味しいかって、これワドが一番美味しいからな。これは美味しい。めっちゃ美味しい。中継場やから。中継場。めっちゃ楽。俺楽だよ。だね、早く情報。この人混みでケイドロはアホだよ、これ考えたやつ。さすがに無理よ。早く、もう行こう。ジュース飲みてない。行ってらっしゃい。行ったわ。走ったわ。はい。じゃあ中継場のワドウです。ここからはね、僕一人でアルタ前で雑談するっていう放送を皆さん楽しんでってください。いやー、さすがに迷惑配信でしょ、これ。俺はやる気なんだよ。もういい年なんだからさ。喉乾いたなぁ、ただ。僕は荷物番やります、みんなの。心ちゃんのバッグ。青山の財布。じゃあね、こっからお楽しみのコーナー。青山の財布にいくら入ってるでしょうのコーナーでーす。はい、バーバリーの財布でね、結構新しいですよ。さあ、いくら入ってるか皆さん予想書いてください。皆さん、こっからはね、お楽しみ。テルチャンピンの財布にはいくら入ってるでしょう。バーバリーの。
まだ新しいですね。革の匂いが残ってて傷も一つもありません。さあいくらでしょう。皆さん予想の金額を書いてください。3万、ほうほう、2000円。2000円かな。いや、さすがにね、万は入ってるでしょ。さすがに万は入ってると思う。2000円だったら俺かわいそうになるよ。さすがにないわ。7万あたり。いくら入ってるかね。ここからはもう雑談でつなぎますよ、僕は。アダルティーな雑談で。3000円、5万6000円。ピンポイント狙いか。2万。結構ばらけたね。青山リスナーから聞きたいよね、いくらぐらい持ってる。さあ、オープンザプライスいきますか。これ偽物じゃねえの、さっき壊れてんだけど。あ、ごめん、ちょっと俺この企画がかわいそうになったわ。おい、こいつマジかよ。おい、青山のリスナーよ、花火あげろよ。僕のヒーローだ。お前、これいくらなんでもないわ。俺悲しくなったもん。ありえねえわ。マジか、あいつ。いや、もうマジでね、結構ね、俺涙出そう、今。これマジだよ。これマジで言ってんだけど。こんなのってある？こんなのってある？マジでこれしか入ってないんだよ。おい、ちょっとさ、リスナーさ、もっと頑張れよ。かわいそうだわ、これ。なんか、おーってやりたかったよね。いや、もうこんなのないわ。引くわ。マジで引いてるから、俺。いや、当たり出たね。ぴったしカンカン賞が。すげえな。本当に2000円しか入ってねえのかよ。駄菓子屋かよ、本当に。笑うな。有金全部使っちゃうんだろうな、やっぱ。いや、バーバリーの財布なくせ、これ。この中に最低10万入ってないと。いや、引くわ。ないわ。2000円当たった人いたね。すごいね。本当に。で、配信者ってさ、盛るじゃん。俺財布金ねえわとか言うじゃん。本当にないやつ初めて見たわ。本当にないやつ初めて見たよ、俺。かわいそうだよ。本当に。なんか悲しくなったわ。夢がねえわ。今、キッズたちみんな思ってるよ。あ、やっぱり俺ら YouTuber になろうって。配信者目指すのやめようってみんな思ったはずで。女の夢ねえわ。ジュースおごってあげるわ。なんなら、なんか、青山にご飯おごってあげるわ、なんか。かわいそうになったわ。ご飯おごってあげよう。暑いなぁ、しかし。いや、YouTuber、あそこに2、30人集まってるからね。あそこに。これ YouTuber と配信者7人集まってリアトツゼロで。これこれ先生になると2、30人集まってるよ。すごいですよ。企画で。これが YouTube と配信の差だよ。いや、喉渇いたな。ジュース飲みたいね。みんなにおごるわけないでしょ。俺、月収15万だからね。これこれ今そこで撮影やってるよ、YouTube も。30人ぐらいリスナー集まってるよ。今、目の前にいる。これこれ。さっき映ったよ。まあまあまあ、告知してあらかじめやってるだろうけど、それでもすごいよ、あの人数。石川のりゆきとこれこれぐらいだよ、あんなの。ワン太郎っていうリスナーにおごってもらおうか。
フェラーリか。リアトス、これカウント入れてないよ。カウント入れてないよ。今日は。まあでも、別にリスナーさんからリアトスあったりとか、今でもカウントは入れるけど。ファミレスでお父さん子供に YouTuber いいぞって話してた。知らないだよな。でもまあ YouTuber いいぞっていうお父さんは見る目あると思うよ。YouTuber なんかでわけわかんねえのダメだっていうのはセンスないよ。そこで YouTuber 儲かるしいいぞって本気でやれよっていうお父さんは見る目ありますよ。俺はそう思うよ。いや、映さないよ。マナー違反だ。そういうの嫌いだから。そういうの嫌いだからさ。なんでもかんでも映せばいいってもんじゃないでしょ。だって、ね、向こうも配信のさ、若い子たちかもしんないけど、配信のリスナーさんなわけじゃん。顔出したくない子もいっぱいいるはずだよ。自分がそれされたら嫌でしょ。人のリアツついてるときに自分の顔を人の放送に映ったら嫌でしょ。マナーマナー。いや、ヒカキンクラスいっぱいいるじゃん。はじめしゃちょーとかさ、あと、なんだ、ヒカルとかさ、いっぱいいるよ。なんか喉乾いたな、暑い。あとでジュース飲もう、終わったら。ココロちゃんおしゃれなバッグ使ってるね。ココロちゃんのバッグおしゃれ。この文字はあっそうって感じで聞いてた。でもね、どうなんだろうね。10年後何が流行ってるかわかんないから、また。ネットの動きって10年ですごい変わるから。10年後 YouTube よりも新しいもんできてると思うよ。もっといいサービスが。それこそ VR で配信とかやってんじゃないの。ルノアールでアイスコーヒーいいね。みんなバラバラに、企画者が頭悪いんだよ。企画者がパーなんだよ。どこまで行ったんだろうね、みんなね。いやいや、女の子はさすがに青山は信頼関係あるけど、初対面のこのバッグを開けたらダメだよ。信頼関係だな。青山にね、なんでてめえ財布見せたんだこの野郎って言ったらぶん殴るだけだけど、捨て頃で蹴りつけようぜで終わりだけど、本当に2000円だからね、青山。マジで本当にこれだけなんだって。しかも悲しいよな、俺プリクラ見せなかったでしょ。あ、女の子と映ってるプリクラ、リスナーさんが映っちゃうからやめようと思ったのよ。優しいでしょ、俺。うん。ピンのプリクラだからね。わかる？一人のプリクラだから。ありえねえよ。どんだけ寂しいやつなんだよ。あ、リスナーさんとのプリクラだって。彼女だろう。やめとこうと思って。一人しか映ってねえわ。なんだこれ。悲しいやつだわ。痛いやつだわ。あー、歌舞伎町はね、ダメ。歌舞伎町はダメ。それはね、タブーです。歌舞伎町界のタブー。悲しいよなぁ。まあ、7万ぐらいあったら、おーって、やっぱ稼いでるねってなるじゃん。2000円だぞ。悲しいよ。涙が止まんねえよ。眠いな。今日の人数はリアドズ人数に入るの。本人がいいって言ったらね。本人がいいって言ったら入るよ。例えば、ココロちゃんとかに企画の内容を説明して、旅で1万人やってんだけど、カウントに入れてもいいって。別に趣旨からはずれてはないじゃん。それでダメだっつったら、いや、知らないですって言われたらやんないけど。だから、ワン太郎と新野町も前回ので入ってるから、あと、ワン太郎、新野町、青山は入ってるから。あとで聞いてみるよ。はい、こんにちは。いらっしゃい。
喉乾いたな。ジュース飲みて。俺は500円だよ。俺は500円だよ。鬼ごっこダンサー上田彩ちゃんいらっしゃい。ケンさんバーガーありがとう。ダン。私たちは世界192の国と地域で。暑いな。天気いいな。歌舞伎町に向かったらアホだな。まあ、昼間の歌舞伎町は平和だから大丈夫だと思うけど。リアとした回とかなんか分かんなくなってきたね、もう。正直。分かんなくなってきた。大丈夫だよ、1万人だから。途方もなく遠いから。不正なんかしようがないよ。シュマジローって人と初面識でさっき握手したよ。シュマジローとはもう会ってすぐ握手して。あとカンナムスタイルの人もいたから、なんか。カンナムスタイルの人とも握手した。リアル鬼ごっこ。いや、俺喉乾いたよ。ネルさん、今日の企画なくなったんだ。この辺自販機売ってねえかな。でも荷物持ってるから無理か、移動できないもんね。ジュース飲みたいっすね、僕は。まあね、まあしょうがないよ。荷物番は誰かやんないと。こんな荷物持って走れないよ、もう。そうだね、旅で伸ばしちゃったから、もうだいぶヒゲ伸びたよ。長いよね。腹も減ってきたな。ワイルドだぜ。私らしい気がする。暑い。めちゃめちゃ暑い。昼食べてないどころか俺ずっと起きてるよ。何時起きたっけ。何時頃起きたっけな。夜中もう夜中に起きたからもうそろそろ寝る時間だよ俺。いや、水分マジで飲みたい。超喉からから。吉本東京本社新宿のゴールデン街の方だね。あの、新宿区役所の方。第二交差っていう生活保護とか受け取るビルの隣。歌舞伎町の方だよ。バカありがとう。ねえ、コーヒー飲みたいね。ね、本当だったらラーメンとか食いたいんだけど、今ダイエット中だからさ。ダイエットつか減量中なのね。知ってる人も多いかと思うけどね、企画で捨て頃っていう格闘技の大会出るんですよ。もしよかったらこれ、第2試合僕出るんで、よろしくお願いします。捨て頃。みんな知ってるよね。よろしくでーす。学校の跡地なんだ。確かに学校っぽい建物だね。いや、2000円だから返してあげようよ。もうかわいそうだから。なんか俺青山に優しくしてあげたい気分だから、なんか帰ってきたら俺そっと抱きしめてあげようと思う。青山のこと頑張ったねって。俺お前のこと大好きだよっつって優しく抱きしめるから。2000円しか持ってないやつはね、優しくされるべきだよ。これが貧困だよ。これが日本の若者の貧困だよ。こんな大都会で新たが世界へ飛び立つ。アンタロースクラッチやった。はい、どうも皆さんフォローよろしくお願いします。俺今閲覧何位なの。スワッチの閲覧いくつ。スワッチフォローありがとう。みんなフォローありがとう。俺今閲覧何位。
教えて。ちょっと電波がないから見れないわ。閲覧おすすめ順位教えて。大きいサイズの新宿は新宿サガゼ。スーツ、カジュアルがたくさん。イッちゃんもおすすめ。新宿サガゼ。暑いな。3位、1位と2位誰なの？3位だ。1位と2位誰なんだろう。もしよかったら YouTube もフォローしてね。 YouTube、LINE、Facebook、Twitter、ふわっち全部フォローしてください。3位なんだ。よっさんやってんだ今、珍しいね。あ、やまあよっさん帝王だな、さすが素晴らしい。よしゆき、よしゆき、よしゆき見てるか。よしゆき、この前あえて嬉しかったよ。よしゆき、足の具合はどうだ。よしゆき見てるか。はどうだよ。よしゆき、お父さんすげえいい人だった。よしゆき、部屋すげえ汚かったよ。よしゆき、よしゆき見てるか。もう捕まったの。いやいや、俺荷物番してる。突然ですが、出向者ライブ会計システムという荷物番でございます。ライブ会計システムといえばミラク情報サービス。よっさん足マジでやべえな。筋肉が動かないんだよ。現在ここ新宿新たな7階でアリコム劇場を開催中。ここでしか見られないものがたくさんあります。ぜひ遊びに来てください。三菱電機。暑い、東京暑い。なんかもう寒いところから一気に暑いところ来たから感覚狂うわ。そうすればいつかきっと一番の自信が。あー疲れる。あっちワン太郎11位。でもプロリスナーだから、あの子は配信者じゃなくてプロリスナーなんだって。なんか表の配信者さんと絡みたいっすって言ってた。普段よりまあまあ混んでるかな。まあまあいつも通りだよ。っていうか新宿最近活気が出てきて、こんな感じ。奥の方はこんな感じだね。まあ、向こうの方とかもわーって人がね。まあ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 、おこてんだし。新宿ね、ゴジラできてからすごい治安良くなったんだよ。ココナッツジャパンだね。まあまあいい感じですよ新宿。和藤さん昼なら新宿行けばよかった。辰彦さん大好き。俺のこと大好きな人大好きだから。参加してない。やだ、こんな人混みんところ。俺パニック障害とか持ってるから嫌なんだよ。人混みでなんかやるの苦手なの。過呼吸とか起こすから。障害者だ。ガチ障害者だから。知らない人いるかもしんないけど、障害者手帳もあんだよ。障害者手帳。気違いだから。ワン太郎普段7人ぐらいだよ最近。いやいや、普通の写真で。障害者手帳の写真で。あ、フォローありがとう。スワッチフォローありがとう。サンキューサンキュー。パニックを軽く持ってるんだよ。だから半年1回とか倒れちゃう。過呼吸でバタン。
メインはそれじゃないけどね。よっさんのスクーター面白いもん。あのミラー配信でさ、イニシャル D の音楽流してるんだよ。誰だっけな、アスプスかな。アスプスのミラーが盛り上がってて、なんかよっさんのスクーターにイニシャル D の音楽をアスプスがかけてて、めちゃめちゃ笑笑ってたったよ。200人ぐらいいたんだ。そうそう、笑っていいともが、あの、あそこの画面に映るの。昔ね。あるかって書いてある。スタジオあるかって。今回、なかなかやっぱ、あれですね。捕まったの？いや、捕まってないです。え、何？余裕の休憩？ちょっと休憩ですね。余裕の休憩だって。ここで待ってんのきついよ。ね、暑いよ。そうですね。28度。え、何？どの辺が範囲なの？新宿全部なんで。まあ。基本的にここの歌舞伎町と、まあここまでのルートが。ざっくりだなぁ。変わってない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 。どんな感じ今。いや、どんな感じってさ、どんな感じ、何が楽しいかって言ったら、ここで財布預かったから、あの、俺もこれ荷物見とって。見てる見てる。ヘルタンピンの財布の中身はいくらでしょ、やったの。いくらだと思う。1万円。それがね、もう希望だよ。やったら2000円しか入ってない。かわいそうだよ、あいつ花火投げねえ。2000円しか入ってない。いや、喉乾いたな。喉乾いて日焼けするよ。まあまあいいよね。うるせえな。ああいうの通報しろよな。うるせえよ、あの車。妨害だよ、妨害。荷物版はね、誰かがやんないといけないし、まあこういう役割好きだよ。あの、縁の下系、縁の下系男子。いや、何時までか全然わかんない。まあいい企画なんじゃないの。実況の和道です。どうも。警察は怖い人を注意できない。まあトラブルになる可能性あるからな。公務員だから、人間だからね。観音様だった。ジュース買ってもらえばよかったね。いや、ここであれでは神ってるリスナーさんからのジュースリアトスがあるはずだよ。和道くんいつも見てるよーって、ジュース飲みたいって言ってたから買ってきたーって。警察さっきまでいたよ。うん、ねえ、心ちゃんもね、喉乾いてるよね。みんなで一回ジュース休憩とか取ろうね。ありがとう。ねえ、女の子だからさ。新宿の警察、まあ歌舞伎町の方は気合入ってるけどね。歌舞伎町の方は動じないよ、もう。おー、ぶん殴ったのかーみたいな。よーし、とりあえず署行こうかーみたいな。お、喧嘩かーみたいな。とりあえず署で話聞こうかーみたいな。もうこなれてるから。一晩で5回ぐらいぶん殴られるから。あの街は。まあ、全然怒ってあげようさ。とりあえず、ワン太郎くんっていうね、プロリスナーの人にはね、ホットのドリンク差し入れだね。2時間後に行ってあげるよ。遠いわ。
単語までここまで入れよ。さすがに。暑い暑い。2時間いたらさすがに熱中症で倒れるよ。どこいるって言ったら誰かいるって聞いたけど、ハト飛びました？いや、ハト飛んでないけど。俺にハトは飛ばないでしょ。俺だって警察じゃない。ちょっと情報ください、情報。どうなんてやらないよ。だってポポロちゃんが、目アメリカ人だろ、ポポロちゃんがアップすぎるから全然わからないって言われる。あ、日本人だぞ、こっちは、この野郎。まあ、アメリカだけどさ。あ、この野郎。俺アメリカ行った時差別されたから、アメリカ人大嫌いよ。アメリカのシルバーアクセのおばさんに俺こうやってやられたんだよ。俺アメリカ大嫌いになったんだよ。すげえ理由だ。すげえや。心ちゃん18時まで言ってた。騙されたばっかりなんですよ。全然違う。ほら、頑張れ人間ドローン、頑張れ。あ、そうだ、アメリカ人水分補給ちゃんとしろよ、倒れるから。あいつ日本人だったの？マジか、いいやつだ。あいつ日本人なのか、悪いことした。暑い、18時までこんなできないよ。146名さんいらっしゃい。164名さんか。最近ちょっと雑だよね。あ、風が吹いたら気持ちいいや。これこれまだ撮影やってんな、すげえな。あっち、のど乾いたな。あれ電波なくなってきた？電波ない？どう電波？ヒーヒーながら逃げてるよ。ジュースじゃんけんっていうか誰もいないからね。じゃんけんする相手がいないんだよ。いればじゃんけんしたいけどね。じゃんけん相手がいないです。喉乾いたな。超のどが開いたな。詳しくはウェブでスタパー M 音で検索。あー賢いね、ドンキで買い物中か。賢いわ、賢いだわ。46歳、また恋してる。あなたの夢は大切な美容皮膚科、品川スキンクリニック。集まるのいつぐらいなんだろうね。結構歌舞伎町って広いからね。
厳しいよ。やだよ。暑いっす。とにかく暑いっす。トコギじゃんけん。2000円しか持ってないやつもいるから。小喉乾いた。小喉乾いた。どうやって過ごすんだろうね。さすがにあれだ、ホテルとかリスナーさんが出してくれてんじゃん。わかんないけど。すがすがしいほど晴れだよね。大丈夫？俺このままここにいたらテラフォーマーズみたいにならない？大丈夫？真っ黒になるぞ。日焼けが半端なくなるよ、これ。直射日光がすごいよ。腹減ったな。ラーメン麺抜きで食いてえな。ラーメン麺抜きで食おう。電車横断帯を利用します。いや、ぶん殴りたくない。夏だよ、ほんと今日27度だって。マジで家出た時滝のような汗出たもん。ハンドルキーパーで飲酒運転根絶を。いや、帰るとか考えてないでしょ。えいっせー。いいねー。この後名古屋まで行くんで、これで。え、名古屋？はい、名古屋。え、いつ名古屋行くの？今日の6時です、夕方の。夕方の。はい。すげえな。僕はちょっとこれで。え、ここで解散？そうです。マジか。ありがとう。ありがとうございます。すいません。俺さ、1万人リアトツの旅ってやってんだけど、一人カウントしてもいいでしょ、マジロ。あ、全然、僕は。ありがとうございます。ありがとう。またよろしくお願いします。カウント入れてくれたよ。優しい。またちょっとゆっくり。ぜひぜひ。はい、あ、LINE 交換しようよ。あ、ちょっと待ってください。うん。終わったらでいいよ。一回じゃあ、こっち、走ってきます。お疲れ様です。マジロ、めちゃめちゃイケメンじゃん。一人増やさせていただきます。シュマジローです。57人目。57、ありがとうございます。東京、東京、あれだよ、わかんねえわ。あれだよ。めっちゃ楽、めっちゃ楽やな、やっぱ。楽じゃねえ、超暑いからだ、ふざけんなよ。だんだんいいから。めちゃめちゃ暑いから、プロビカルしてきたんだよ。だから、喉乾いたんだよ、飲み物乾いたから。ジュース買わないし、もう、ジャンキーないの、ちょっと見ててよ。ジュース買ってくるわ。ない？嘘だよ。これ置いてくよ。あ、これ持ってて。2つ。心ちゃんがこれ離さないでって。ジュース買ってくるわ。なんか飲む？水？ナイス。じゃあ、あれこれどうなってんの？じゃあ、すいません。
アメリカ人使えやんねやけど。いらないやけど花火5発も。ここどこでこう見るの？あ、すごいな。あいつびっくりした。170人踊らされてやってる。アメリカ人ゴミやな。俺これ新やつ見つけた場所動けやんねんけど、これ動けや。新やつ見つけても俺動けへんからさ、どうしようもないわ。あいつこれ、この方どなた？テルチャンピンです。あ、バリナでしょ。ワンタロービール飲んでるもん。やれや、ちゃんとアメリカでバッチャンピン。俺この枠でただの変態なんだよ。やめて。やっちょがここに向かって。マジかよ。俺こっから移動できやんから俺。まだ水かけてた。あ、そう。マジかよ。めっちゃ匂うやん。どんだけ時間あるの？これあと5分ぐらい。5分ぐらい。あと5か。エイズにかかりやすくなります。怖いね。怖すぎだよ。全国の保健所で名前を言わず無料で検査できます。相談時お問い合わせは新宿区保健所まで。こんなちっちゃいパソコンでやってんの？すげえ。見えへんやん。いや、そっちのみやろ。え、会う予定あんの？あの、6月の方。あ、俺も行く。あ、フルコン。俺も行く。いつやちょっと行くんだっけ。
そんなん俺その荷物とか取らせたい。一人一人の願いは違う。私たちは世界190の国と地域でいろんな個性を育んでいます。未来は子供たちの夢のまま。そうか、君やつがだって君やつがかまない。君やつ返せる知らなかった。君やつが返せる Originally, actually, Japanese music brought me here, especially 80s music, so Matsuda Seiko in particular. And from coming here, you know, because of the music, I've also found so much more in Japan. The travel and all of the beautiful things I've been able to see, and I love Japan. Not in your Japan. Honki de origoko してる。これもどっち50人ぐらいに増えてんじゃん。デビアンとこっちどっちがいい。さあ今行くのやめるって言ってたよ。ふざけんなよ。誰が？ジャッジョ。ジャッジョがここに来る予定で、うん、俺が動き嫌なスポって。ああ、もう肌が飛んでんだ。クミッキーの簡単ヘルシーダイエットレッドスムージー、たっぷり150億個の乳酸菌。夜になったらまた寒くなってくるんだな。美味しい飲み方たくさん。俺も最近行く世界やな。もう海行きたいな、またみんなで。あ、海、え、海、え、海行きたいよ。連れてけ俺を連れてくよ。じゃちょっと探してくるわ。はい、ワドツ、行ってら。早めに死ぬやつ捕まえて、あのこっちでこう流れてる。あの、配信切るからいいよ、気使わんで。てら、ケビドーピングしまーす、ケビ。次々に現れるこの国の色たちは、ごめん、あっという間に私を追い込みした。出会ったことがないはずなのに、どこか私らしい気がする。タバコも吸いてえな。そんなこの国の色たちに、いや、練習しないよ。やっと来てる。東京新聞をお試しください。まずは無料で1週間東京新聞を試し読み。はい、やっとゲットです。やっと捕まりました。やっと捕まりました。あ、ありがとう。ありがとう。優しいな、いいやつだな。送っていいの？帰ってきましたけど。ありがとう、差し入れもらった。アメリカ人いいやつだ。やっと捕まったわ。逮捕だわ、逮捕。目の前で起こったわ。やっと。これいいんじゃない？これが。はい。やっと。これ10年借りてもいい。いいよ。お茶とさ、アイスカフェオレどっちがいい？あ、あんの？うん。お茶とアイスカフェオレ。あ、じゃあお茶もらっていい？お茶。うん。ありがとう。うん。ちょうど喉乾いてた。もうやってまったな。借りる。これも俺持ってたから。あ、マジだ。重いよね、これ。重い。もう悔しいわ。全然逃げ切れない。アメリカ人はね、逃げ切れたけど。アメリカ人はいける。弱い向こうのよく。いや、ちょっと捕まっちゃったよ。助けに来て。ワンタロウだ。ワンタロウと心ちゃんだけ。
捕まってるから助けに来てって言っといて。あとワンタロウの心ちゃんが頼む。あ、そっか、軽トラだから解放あるんだ。解放できる。でもあれさ、狙い目があの2人からしたら、これ面白くなってきたね。駆け引き始まるよ。もしこれタッチされたらまた3分は解放だから。すぐにまず捕まえます。一回逃がして。3分長えよ。3分は長えよ。3分は長いから見えなくなるまで解放だ。とりあえずタッチしてみて。軽泥軽泥。今囚われの身だから。囚われた。でも春はな、どっちかは。もうちょっとなぁ、舐めとったな。やっとまともな情報流れてきて。ほれ、こう和道さんに買い物をあの差し入れ持ってくるふりをして。なるほど、まあ、どっちにしてもフェイント入れたんだ。フェイント入れたの。なるほど、うまいじゃん。鳩がむちゃ飛んでるから。なるほど、鳩もいいじゃん。あ、俺にコーヒーっていうのがフェイントだったんだもん。罠だったんだ。バカみたいになんでこんなコメントないのに閲覧いるんだろうと思って。渋谷におるって書けって言った。全然ちゃう情報流させたから。本当は丸いの辺までずっと歩いてて、ね、路頭に迷ったからね。またこれね、絶対あの逃げる方が楽だ、ね、自由だから、ね、警察は情報がいろいろ誤報もある中探すから、めちゃくちゃストレス溜まると。ワンタロウなんかビール飲んでるって言ってたの。マジ？ワンタロウ助けに来てちょっと言ってみんな。うちの枠ではそんな情報全然出ないからいいよ。何にも起こらない。傍観してる。休憩所だからね。ちょっと助けられたら俺携帯に切り替えるわ。魅力情報サービス。携帯じゃないと思う。てかね、冒険しすぎた。このパソコン重い。和道しか映ってなかったから、あれいないんだと思ってさ、油断してた。あ、そっか、俺の、そういうのもあんのか。ここで当てにしてるんだ、みんな。なるほど。なんか飲むって言うと、なんか飲むって言って飲み物買ってきた次に逃げそうやつ。頭いいな、アメリカって。我慢して。探しに行かんでいいんか？いや、飲み物買ってきてあげたいけど。足遅いから1回ワンタロウに本気で2回は逃げられてるから。6時までやぞ。逃げ切らなかったらあれかな。6時までやんの。すげえな。キニアッチョが捕まったらその時はね、バビだ。いや、俺はまた逃げ切れたら大丈夫。でももう無理だと思う。じゃあ私ここずっといらない。そっか、そっと裏にいる方がいい。もしくはあそこに紛れてる。いや、2人はなしやって、マジで。なんでこんな最初スタッチに来たの？心ちゃんが助けに来るか、ワンタロウが助けに来るか、どっちかだよ。そうなの。島次郎、帰っちゃったから。え、タッチされるまで OK でしょ？要は、タッチされたら捕まるってことだよね。タッチなのか。これ捕まえたら？どっちなの？いや、まあタッチでいいでしょ。タッチでいいか。これ分からんかったら、捕まえたらでいいか。新宿駅東口のシンボル、情報発信機として、頭脳戦が始まってるね。頭脳戦が。いや、俺は荷物番です。俺は荷物番。ありがとうございます。これは荷物番です。ここにおられたら困るな。捕まったら助けに行きたくなるよ。シェフの方々、メイクお願いします。女性、若いですね。休憩しとく。あえて呼ぼうとしてコンカッター。はい。かく乱しようとしたのね。いや、ちょっとテレ
チャンピオンですから、ね、アメリカ人が最初出てきてうわーっと思って逃げたら前にお疲れ、サナヤンいらっしゃい。これはね、さっき実写もらって書いてないよ、書いてない。初見さんいらっしゃい、ぜひフォローよろしくお願いします。これ分かってない川の本川の匂い。ありがとうね。ハートありがとう。アイテムありがとうございます。アルタマイ助けて。アルタマイ助けて。全員捕まっちゃう、うん、バラバラで来てほしい、ココロちゃん放送してない。そうあやってるわ。 I'm from Vancouver, Canada. こんにちは。 I think for me the most interesting is the subculture in Japan. 新やつをバッテリー切れた。助けないって言われてる。え、切れた？マジか。マジか。大丈夫かな。Find you in Japan。だってさ、だって私が。ダメだ、ココロちゃん助けてくれない。ボンをあだで返す。これで人出るよ。あ、お疲れっす。いや、ちょっと鬼ごっこの比較やった。偶然っす。じゃあ俺今から三島さんの番組なんですか。そうっすか。あの CM すごいよね。レプロの人です。マジで。あ、すぐ来るんだよ。俺はちょっと無理かもしれない。コロさん助けに来るんだよ。本当？書いてある。ごめん、助けに来てほしい。携帯に切り替えよう。仲いいけど、やるか。これこれこれ、俺がテロップしようと思います。
これがテロップして人来るかなって思ったのスマホに切り替えて。そうそうそう、AV 女優の子出勤中に見かけた鬼ごっこ9月でやってる子ね。なんか最近3日晩になってたんだって、おっぱい出して。アメリカ人おるなって、張り込んでるよここ。あのね、あのちょっとここにおるから気をつけて。一晩とアメリカ人おるから捕まっちゃうから気をつけて。捨て身で助けて、捨て身で助けてくれた。俺も捨て身で携帯に切り替えた。俺絶対にあの足の速さは負けないから。パソコンだったから負けたけど。新たな世界へ飛び立つ。テロップに連れてきた。またこれこれとコラボする。突然ですが、財務会計していい。今日ご飯食べてないの？ワンコそば対決。ご飯抜いてきたのにさ、まさかの握りの2時間前ぐらいにさ、ネルさんに病気とか言ってわけわかんない。お腹痛いです。遅刻現金とか言ってたんですよ。もうダキャンするから。金梅さんコロナさんですか？金梅ちんもなんかね、連絡ないでしょ。金梅ちんと2人で何かやるかって言ったけど、返信なかった。どっちにしても、いつやんねんな。おー、花火ドーン、ありがとう。花火ドーンドーンドーン、ありがとうございます。ユウさんはヨシさんのやつにして、ありがとうございます。ダキャンやろ。ギリギリまで行くよって話してた。ギリギリまで罰ゲームを決めてた。急に無理ってなったから、なんか多分絶対病気じゃないよ。なんか何らしかのなんか面倒くさくなった。あ、いいやつごめん、ゼロになった。あ、ゼロになった、うん、ありがとう。バッテリーゼロでーす。ミス・マリーのエンタメチャンネル。この番組では旬なエンタメ情報をお届けします。一つ目は注目の CD リリース情報です。チャゲさんがニューシングル「たった一度の人生ならば」をリリース。ご本人からコメントをいただいていますので、早速ご覧ください。14日予定です。ミス・マリーがコレタンからコメント来てた。なんてコメントなんて。ファンターで話題を呼んでいる名曲、ぜひご自宅でお楽しみください。2つ目は注目の映画情報。今話題の映画3月の第4後編です。これがダメ。主演は神木隆之介さん、放送ガイドかな、伊藤英明さんなど多くキャストが集結。将棋の世界をよく描いた奇妙のエンターテインメント。原作の漫画は現在も連載中。誰も知らないラストをぜひ劇場で。続いてはピックアップニュース。 CRA スーパーコールよりイキナーホームイズアイマリー。助けに来てくれないと。来週のアイマリーパチンコにデビュー。これからはコメントで爆注してくれよ。俺あの爆注してもいいけどさ、それどうしたらいいの？するだけさせといて放置やから。そりゃそうだ。これちょっとリベンジさせてほしいな。ちょっと助けに来てくれんかな。こんなとこいても暇なんだ。助け遅っ。助け遅っ。ここずっとおるやん。すげえ警戒してる。来たら捕まるな。どうしようかな。駆け引きがすごいね。助けてくれ。帰り道だけで会わない。もしあれ助けてくれたら俺マジで。
西口のシンボル、情報発信基地として日本中を笑顔にしてきたスタジオアルタが、この夏タバコ吸いてー専用劇場を、いやにぎれだ、その名もオルタナティブシアター、小タバコ吸いてー、新しいエンターテインメントショーで世界中の人を笑顔にする。新たな新たな生まれ。俺タバコ休憩必要でしょ絶対。タバコ休憩。放送的につまんない。どう思う？ガチでやってるよ。こういうハラハラドキドキしないとつまんない。俺これ早よ。これさっきコメント欄。僕のお父さん、二つの仕事。サラリーマン。消防団員のお父さん。島次郎まだ家族を助けれる。町を守るお父さん。僕のヒーローだ。家出る、帰ってるか。家出るっちゅうか、帰ってるか。これはだから新宿の中で鳥ごっこしてる。あっちいよ。思いっきり照り返してるから。めちゃめちゃ暑いよ。電波が不安定だな。暑いな。映像音声来てる？あれ？新野町どこ行った？どっか行ったわ。眠くなってきたわ。めちゃめちゃ睡魔がやばいわ。睡魔マックス。アロエヌ消費焼けするだろうね。天然のヒサロだよこれ。全然色違うと思う多分。
そうそうそう、アルタ前のところだよ。だいたい配信者はここ、アルタ前っつったらここ。シュマ君戻ってくる。嘘、なんで帰ったんだよ。名古屋向かうっつってる。名古屋向かうっつってる。腹減ったな、タバコ吸いたいな。さすがに喫煙って。あ、忘れ物？なんだろう、なんだろう。っていうか、泥棒チーム全然助けに来ねえな。泥棒チーム助けに来なすすぎでしょ。何忘れたんだろう。何だろうね。忘れたの。日本人、これが日本人やで。そこ取ったら、そこ取ったら低い。7センチアップじゃないから。7センチもある。7センチアップ。じゃあちょっとね、こっちに切り替えるわ。ちょっと待って待ってって。なんで？なんで？切り替えます。そやな、ほんま大原って。本当に。まずな、パソコンでできるわけないから。いや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 。和藤さんみたいにから最初からしない言うなら分かるよ。いや、これは落とし穴です。そんな画質こだわる？広角レンズなんてだから。ねえ。深夜中吹きで。冗談は髪色だけにしようや。頼むってよ。なんなんこれ。何もしてないから全部叩かれるの回ってくるよ。3分待たないかんの、ね、よ。また探さないかんの、ね、自由だよ。
まずね、あなた動いてないんだから別にいいだろう。動いたから機体捕まえ、チャンスはなんだよ。俺をタッチする前に逃げへん。最初の段階。外国人切れた方が面白いよな。ワード振り返って振り返って。Originally, actually, Japanese music brought me here, especially 80s music, so Matsuda Seiko in particular. And from coming here, you know, because of the music, I've also found so much more in Japan, the travel and all of the beautiful things I've been able to see, and I love Japan. I feel Japan. そんなルールある？それはルールを把握しながら。いやいや、自分ルール多すぎんじゃん。だって、チェルちゃんに俺に任せるって言うから、俺、後から参加したから。俺ルール。全部美味しいとこ持っていくな。なんか、分け与えるってな。逆にな、もう助けるやついないから、仕事だから、ここに逃げるから。ちょっと、とりあえずこれ切ろう。あと、ちょっと本気のお願い1個いい？本気のお願いいい？タバコ吸うけど荷物持つすぎる。これなんだ。盗まれたらお前の責任は。デルタンビー、おころさん。うるさい。俺の放送を頼むよ。大手ってこんなやつばっかりやん、ほんと。俺そのタバコ吸ってくるから。やり方来たのな、ちょっとほんと。アメリカ人頼むな、あとはな。じゃあ、あの、花火もね、もうまたね、チャンス来たんで、行ってきます。どういうこと、ほんと。ちょっと待ってや、ほんと。な、何これ。え、大原誠二とか、ワロさんってこんなんなん、基本的に。ちゃんとやってじゃないよ。ちゃんと隠れとけってさ、言われたから隠れててさ、情報を見てたりとかしてたよ、ずっと。休んでたんじゃないもん。近くにいるモバイルバッテリー借りてたお兄さんとか。お兄さん、お兄さん。はぁ、撃つなって言ったって。無能言うなや。ちょ、お兄さんに協力してもらったんやって、このこれこれさんに。ねえ、これこれさん、ねえ、これこれさんだ。はぁ、どういうこと。はぁ、思ってたんと違うんだけど。全然これやばいんじゃないですか。時間は時間全然大丈夫。え、だからこれこれさんだって。後ろだ、これこれさんだって。はぁ、はぁ、どういうこと。お兄さん誰って。これこれさんだよ。やばいんじゃない、マジで。どないなったんて。大原が変な自分ルール作って逃げて、和郎さんが見とってって言って見さされて、ガチのお願いしていいって言われるんだよ。聞いちゃうじゃん、人として。年も上だ、上じゃないけど、私42だけど。おーノー、ほんとさ、ほんとさ、どうすんのマジで。あ、なんとか皆さんの力と売名で、売名のパワーで、もうほとんど人の力でなんとか取れました。なんで帰るの？ 6 時まででしょ？どうしてそんなことばっかり言うの？はぁ？お兄さんも行く？そばにおってや不安になる。不安になる。ただただ和郎さんタバコ吸いに行った。ありがとう。捕まえない。だって荷物なかった。やっぱ行けよ、行けよ。なんでやっちょみたいの。捕まえます。
アホだな、いアホだわアホだわアホアホアホだわ、あの外国人いや、ツアー分かんない、解放されたみたいよ。暑いね。ケピはって言われても俺の責任じゃないから、俺荷物番だからさなんで俺ちょっとやがられた、なんだてめえみたいな感じで、はみたいな感じで言われたけど、俺荷物番だからね。普段感謝されることはあってもさ、なんで俺やがられたの。赤いのいた、赤いのいた、赤いのいたわ。ケビだよ、信じ、やっちょさん助けてって言ったから、せえよだ、お前にはパイナップルあげるからどういういいや、パイナップル、マーミラパイナップル、ありがとうございます。パイナップルあげる、パイナップル、お前頑張ったから。あ、調子乗ったか、いいよ、アイコスすまねえよビール飲むでしょ。ああ、やつらへのイラつきケビはい、ワノズいらっしゃい、お前のプレイプレイどうもー、遊びに来てください。そうだね、もうだいぶここにいるよね。何分ぐらい、2時間ぐらいここにずっといるわ。この業務一番大変だわ、飽きてきたわ。ワトちゃん、ワトちゃんを助けてあげてください。あのアーマーなんて、ほんと何でさ、いや、あのアーマー俺にクーロン茶買わせといて、クーロン茶飲んだら持ってって、じゃあ飲ませて。ほんとな、あそこの睡眠率全部流すし、嘘情報もないじゃなかないですじゃあ一旦切ります。最初アーマー捕まりました、アメリカ人さん。あのこっちはずっと中継してる。あ、リスナーさんですか。違うわ、違うわ、プロリスナーじゃねえよ。プロリスナーだよ。プロじゃねえよ。どうだよ、配信者ワンタロウだよ。ワンタロウか、ワンタロウ、ワンタロウ、ワンタロウか、こいつか、ワンタロウって。何回やってんの、何回やり取りしてるんですか。今日ずっとやる。いやいや、ワンタロウでパイナップル、ワンタロウ、中瀬じゃねえよ。花火ありがとう、ワンタロウだったわ。誰かなと、仮想すぎてなんか見えない。俺の目には傘を映んないから。どうやったっけよ。私はな、閲覧が足りねえわ。俺の視界に入らねえよ。優秀な同士仲間にしてるから、お前コミュニティ能力舐めるんじゃねえぞ、アメリカ人が。誰と。花火ありがとうございます。何に座っとって。押されたもん、押されたもん、こいつ。押されたこいつ。そうはないよ。壊れたよ。だって悪いことしてるから追いかけられるよ。え、悪いことしてる、だってプロレスなんでしょ。プロレスなじゃねえし、配信者だよ、配信者。違いますよ、やめてください、コメント職人ですよ。違う、ロム線とかでも何でもない、コメントもするけど。お前名前なんて言う。ワンタロウだよ。ワンタロウかよ、どんなワンタロウだよ。知ってるわ、こいつワンタロウだよ。ワンタロウ、ワンタロウじゃない、ワンタロウ、ワンタロウじゃない。あーもう最悪だ。あれですよね、アスキーアート何作った人ですか。いや違う違う違う、それは2ちゃんの人じゃない、ヒロキじゃない。お前もな、お前もワンタロウか。違う違う違う、お前も。え、やっと捕まったの。え、そうでしょ、何やってんの。そう、なんか今やっと確保速攻流れたよ。速攻流れた、ふざけんなよ。また捕まったの。せっかくこれで全員、あと1人バットじゃない。うわ、え、でも一人ここ待機してるね。捕まえに行けば、鉄板で。で、あのお兄ちゃん。リサルはないよ。それはないよ。リサル何、泥棒増やすか、警察増やすか。違う、私の手となり足となり、充電器貸してくれる。すげえな。やっぱり、人脈だよ。やっぱり、アメリカだから、すぐ人と仲良く。え、あなたはなんでここにいるんですか。何、俺、何、とつまっちじゃねえよ、これ。あー、どうもどうも。あ、メトロック、メトロックの T シャツ着てる。なんでワローさん買ったやつ食べてんの。あれっすか、これ、これ、マッチですか。
ちょ何してんすか、ちょ何してんすか、せっかく捕まえてる、助けようとして捕まっちゃった。そうそうで俺を助かって復活してたの、こんな信じれないから、お前バトちゃんと一緒に2人でどっちか命を返しに持ってて、まあ、それを毎週俺ね、助けようとして後ろにいますか、ケルちゃんって。あ、ぜひぜひ。やっちまったわ。やっちまったわ。何やったの。だってもう走、俺ね、走りは自信あって。そうですね。後ろにも。真後ろは自信。そうですね。びっくりした。じゃあ無理だ。リアコンとリアコンとカウント入れてもいいですか。やばいぞ。ありがとうございます。手出しといた。カウントさせていただきやす。でも和生さんのとこ行って飲んだやつ。あ、そうなんですか。え、和生さんどこに飲んでたんですか。なぜその地元で、地元どうなのかわかんない。みんなで食べるからね、わかるわ。あ、すいません、すいません、ちょっといいですか。ちょっと物申してもいいですか。ちょっともあ、すいません、今配信中なんで。違う違う、リスナーじゃない、リスナーじゃない、リスナー、配信者名前なんていうの。ワンタロウだよ、ワンタロウじゃん。なんだワンタロウだわ。あのワンタロウ、なんだ、デシャバリのリスナーかと思ったわ。リスナーだと思うよな、あんなオーラないやつな。違う、あんたワンタロウかよ。心ちゃん助けてね。心ちゃんこれ何回でもできるな。これさ、でも全員捕まえない。何回やっても俺面白いわ。ずっとできるわこれ。ワンタロウと。これ楽しいよ。だってさ、2人が勝ってもさ、2人。これずっとやろう今日。じゃあ俺らだって3人捕まえないよ。おお、さっきからさ、ルールばっかり変えるじゃん。違うよ。初めから決まってたけど、把握しないの前だ。ワンタロウ以上面白い。だってさ、お前たち一人しか。こんな感じです。まったりやってます。俺らも三人で順番を分けるわけやから。それはあれや。金ないんだと。配信者が集まり。なんで穴開いてんの。悲しいよ。ワトちゃん助けた。ワトちゃん助けた。助けた時に落ちたな。まだリスナーだから大丈夫。じゃあおい。リスナーじゃん。まだ配信者。配信者だよ。配信者だな。パルパル来てほしいな、参加してくれて。買ってくれ。パルパル来たら、パルパルも東京行く。パルパルは東京行く。東京わかる。こんにちは。ああ、タイムラグか。俺かと思った。大原嘘つき。助けに来たかったらかっこよくて。本当ですよね。助けに行く側すごい、やっぱ。捕まってる、助けなくて。はい、私めっちゃ。かっこよくなったりとか。すげえな。探し行けよ、2人で。女の子2人に見張り場でつけるの。これつけないよ。これは捕まっても、逃げても、捕っても。パルパル来たら和道さん大丈夫なんですか。いや、ぶっ飛ばすけど。普通にぶん殴るけど。まだグダグダ言ってるみてえだから、あいつ。普通にぶっ飛ばすけど。フォトグラファーの人かと思った。間違いなくぶっ飛ばしますよ。改めてね、俺の修行の成果ね。本来このステゴロで鍛えてんだろ俺。
シャンピンぶっ飛ばすためのリードジャブだった。これは青山、対青山じゃなくて、三品に向けた攻撃したから。マジで、誰かしかは。これこれ、これこれさ、これこれじゃないでしょ。あ、いや、前回はね、青山止めてくれたけどね。お、ほん、モノホンステボロ。え、パルパル来るとか言って抜かしてんの。パルパル来るとか抜かしてんの。ダークホース。あー、わかった。ここだ。なんで切らない。わかんない。飲み会やるんじゃないかな、多分。やってんの、まあ、このメンツがいて飲み会やらなかったらおかしいよ。多分反省会やるんでしょ。ワンタロウここダメだったわっていう、みんなでワンタロウにダメ出してる。ワンタロウやっぱカソだわ。安田行きたいな。でも時間あるから。近い近い。リスナーで花火投げる。もう4時か。早いな。もう4時か。飲み会あったら行くよ。もちろん。なんかすごい。雲がでかくなってる。街の。そうだね、ワンタロウいじってる前に熱中症で俺やられそうだから、ね、ワンタロウを面白おかしくしてる場合じゃないんだよ。本当に辛いんだってこれ。座ろうかな。座ってもいいんですか。ジベタリアンになる。疲れたよ、おじさん。おじさん疲れたよ。もう暑いでしょ、ね、超やばいよ、ここ。ケンちゃんみんな消えた？飲み会がある？どこで？どこで飲み会あんの？リアトク10人来たら解放されるんですよ。どこで飲み会あんの？じゃあ今一人やばあと9人来てくれ。来る？新宿で飲み会あんの？減量になるっていうか、もう紫外線がさ、美肌が売りなのに。美白が売りの生の人なのにさ。まあ、来てお願い、助けてリスナー。助けて。リスナー。やっちょさん解放すれば、俺も助かる。助かる。俺が助かったら、絶対助けに行くから。やっちょが捕まってるよ。やっちょと、なんかプロリスナーの人が捕まってるよ。プロリスナー。プロリスナーじゃないよ。こそっと聞こえてるよ。え、プロリスナーじゃないの？配信者だよ。配信者だよ。嘘でしょ。本当だよ。嘘でしょ。なんで嘘つくんだよ。オーラないもんだって。あ、待って、リアトツ俺これから寝るんだよ。リアトツ俺は3人目だからあと7人。確かに。配信前でもさ、俺も喋っとったからあと7人。いや、ちょいるよ。あと7人で10人。待って。あっちいなぁ。あと7人で解放だ。暑い。ワンタロウもあと10人。あんまり動かしたいんだけど。暑い。暑い。炎天下の中、元気か。そうなんだ。そうなんだ。名古屋。超元気だよ。顔しか映してない。あ、そのやつ。そうなんだ。めっちゃうまかった。暑い。飲み会やるなら飲む。しっぽり飲む。飲み飲んじゃいます。飲もうよ。最後まで返します。終わったら晩。終わったら晩。気づかれたもん。もう寝てた。もう寝てた。怖いな。いや、ツイッター凍結するわな。あ、
アイアグラを仕込む。めちゃめちゃ熱いわ。ワンタロウだ、ワンタロウだ。ワンタロウだ。めっちゃ暑いっすね。夏っすね。やばいっす。めちゃめちゃ暑いっす。元気かね。若いのすごいね。若いっすよね。きついっすもん。めちゃめちゃ暑い。何おめえ言ってんだよ。説教した。私の企画なんだよ。私が考えてたのに、いろいろ言ってたのに絶対言われる。10分くらいかかってたそう。言われますよ、説教っすね。夕方6時まで。和生さんも今度読みましょうよ。夕方6時まで読んでさせてくれた。東京県内ですか？所沢。所沢。まあ全然。よっしゃ。呼んでくれるなら交通費持って出すんで、ぜひぜひ絡みたいですよ。絡みたいです、絡みたいです。いや、みんなでバーッと集まった方が盛り上がりますよ。配信昨日和生さんの店行って破産したんで、こっちマジっすか。いくら使ったんですか。23万。やばっやばっ。和生さん引っ張りすぎでしょ。シャンパン入れたんですか。シャンパン入れた。やばっ。23万だって。やばいよって言われたけど、無理。まだ1分前に買う方がいい。やば。とりあえず俺は動きたい。赤入れ直してないよ。オレンジになっちゃってるよ。めちゃめちゃ暑いよ今日。照り返して画面見えないし。朝いるよ。朝いるよって。アッスンさ、なんかさ、深夜町の隣になんかリスナーさんがいるんだけど、なんかすげえ声がでかいの。誰なんだろうあれ。すげえ出しゃばりなんだよね。なんかすげえうるせえ。やっちょがさ、なんかかわいそうだよあれ。なんなんだろう、あいつ。なんなんだろう、空気読めない。深夜町の隣に若いね、なんかね、声でけえやついる。なんだあいつ。後で注意するわ。後で注意するわ。ねえ、ね、水分補給しっかりだね。うわー、バッティングセンター前いるからすぐ行って。バッティングセンター前だよ。指示出し。あの女、バッティングセンターの前、青山のリスナー早く飛んで行って。ツイカスや。大丈夫。ツイカスね、早く飛んで行って。マナー違反だよ。バッティング前やね。助けに来てくれ。深夜の今日。山のところにいて。電子バト。昔よく言われてたよね。懐かしいよ。誰あいつ。鬼ごっこっていうか軽泥だね。こんな感じ。気付けれないとあった。自分逃げるしかない。やっちまい、今望みをかけてるの。それが一番。あと10分で1人来るから。あと7人来たら助かるから、みんなマジ来て。ちょで、配信者鬼に追加していく。なんて。ミラクちゃんのサービス。有名な配信者、知ってる配信者。レベル何十。配信者。あ、リアドゼ。おい、ちょっと。リアドゼ。あざーす。おい。じゃあ、あと6人。あと6人。あざーす。ケイドロは鬼ごっこと一緒で警察と泥棒に分かれるの。警察がタッチすると牢屋に入れられるの。でも泥棒がその牢屋の中に入れてる時にタッチすると逃げられるっていうエンドレスルール。警察は泥棒全部牢屋に入れたら勝ち。一回まっさらになるのよ。泥棒が牢屋に近づいて警察が探してる時だと空っぽになるじゃん。だから解放されちゃうの。エンドレス鬼ごっこ。これ聞いても
近場におる人たち。警察は、アメリカ人と、アメリカ人テルチャンピオン。今、心ちゃんだけ。心ちゃんだけ。くそ熱いな。ワンなんだっけな。ニャン太郎じゃなかったかな。ワンじゃなかったな。なんか猫っぽい名前つうか。ニャン太郎じゃなかった。なんだっけワン、ワンだっけな。ワンザブローだっけな。通太郎さんじゃなかった。通太郎でしたっけ。通太郎だ。通太郎だわ。スー太郎だ、そうだそうだ。嫌われて、嫌われて、これこれの枠では人気なんすか。リアトツ大好きな人だ、あの人。リアトツする嵐リスナーさんだよ、有名な。スー太郎さんだ。じゃあちょっとさ、あのリアトツに加算させてよ、ちょっと来てよ。コメントしてない、ほとんどいない。アキちゃん、アキちゃん、ちょっと握手だけしに来て、カウントするから。いや、シャメとロシャメ、俺助かったらワンタロー助けに行く。話しかけにくい。エリカス 話しかけて。いや、大丈夫。いや、それはね、怒っていいと思う。あいつね、結構ツッコミ能力高いんだよ。何してんのっつって。あいつ結構使えるわ、ツッコミ能力高いわ。あいついいな、アメリカ人。スー太郎さんは FC2 で、ワン太郎だよ。ワン太郎か。ワン太郎か。ワン太郎か。ワン太郎だったわ。間違えちゃったよ。さんの枠怖いですよ、映るのが。キッズ受けとか言われるねえ。孝太郎さんは何年くらい。ワンだよ。ワンか。ちょ、やばい。俺なんかこの流れずっとやられるっていう。ずっとやるよ。しつこいよ。すげえしつこい、あの先輩、先輩いるもん。すごい先輩。嫌な先輩いる。ねえ。だから今、うん、あの、ココロちゃんが連絡来て、一応、一人でも助け行こうかなみたいな。2ですね。1です。ちょっと面白かった、今の。その2じゃねえ。数字の2じゃねえわ。ちょっとモバイルバッテリー買っていいですか。ああ、行ってらっしゃい。あ、貸しますよ。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい。慎太郎さんはところで配信歴どれくらいでしたっけ。1年の1。1年。慎太郎って何だろう。何だろうね。絡みづらいわ。なんだろうね、なんだろうね、素人の人は絡みづらいよ。打開策が見つからないよ。ああ、思い出した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 。なんかあれだ、チベットに向かうとか。違う違う、インドだよ。チベットに行くためになんか2万円貯めるとか言って。違う違う違う、それだ、それ電波少年とかの間違いじゃない。違うか。全然記憶にないわ、全然記憶にないわ。なんだろうね、インパクトに残らない、かすりもしないんだよね。3回家行ってんのに。3回も来てんの。3回も家来てんの。誰の家。え、和道さんですよ。え、誰お前。いや、ワン太郎だよ。ワン太郎かよ。なんだよ、早く言えよ。なんで覚えられないの。覚えられないの。じゃあパッとしねえ、パッとしねえからな。記憶がないの。パッとしねえから覚えらんねえわ。なんだよ。あ、そうだ、思い出したわ。あと3思い出したわ。あ、思い出したよ。何やめてください。久しぶりじゃん、コッペ。ちげえよ、お茶かけてない。じゃあお茶かけてない。コッペじゃないの。ちげえ、最近不安定にやって閲覧15人ぐらいでもう。お前橋本くんに酒かけてやつだよ。違うよ。違うか。結局美味しいとこ持ってった人でしょ。あ、違うわ、違うわ。誰だろうこいつね。コッペじゃねえよ。すぐ忘れちゃうからだ。コッペじゃなかったわ。カラオケ企画してめちゃくちゃ怒られたんですでしょ。クソつまんなかった。やべえ、もうプロリスナーナミジアの配信見てる。ファイブカード。面白いね。面白いわ。
ワンタロウいればずっと暇つぶせるわ俺2時間以上つぶ暇つぶせるわこいつで、ね、いやー面白い面白いねうっかりねちょっとね年だからさ記憶がねこれあれだよリスナーとかにやられるよ多分あれ鶴太郎さんですよね絶対やるよこれみんな悪ノリでうん面白い知らんだ俺が歌ってること知ってる人少ないけどフェイドバックでしょ。フェイドアウト。フェイドアウト。はい、しますします。なんとかか。あ、めっちゃ知ってる。SYC。それ、あれ、そうなんだ。めちゃ嫁さんファンじゃん。ドンキブラ。けど、心ちゃんどうなの？捕まったの？どうなった結局？心ちゃんあれだな、助ける気ないでしょ。心ちゃん助ける気あんの？広告になる捕まるの街でしょこれこんな感じあれ放送やってないのちょっと待ってシャンピンとさえちょっと待ってシャンピンとココロちゃんしけ込んだねえねえココロちゃんとシャンピン放送やってる追加すかいやココロちゃんだって追加すかマジでやるって言ってたのにお多分ワードさんとかやってないんだ。やってないんだ。そっか。なんか悲しいな。アメリカ人も握手して一人カウントしちゃう。そうだね。俺のファンだもん。これだ。ちょっと握手しようか。キャスに映ったの。握手しようぜ。いいよ。なんか二人でオフパコの流れでいいじゃん、もうこれ。俺の動画見てるから握手してくれる人たち。勉強するやんか、俺の動画で勉強になるんで、握手しよう。あっちいな。圧かけろやな、それ。後輩に。だって、約1ヶ月も経ってないよ、配信。約1ヶ月握手しようよ。先輩。したら、花火投げなんか。握手したら、リアと通過さん。表面に1ヶ月1万しかもらってないやな、稼いでんのに。俺ずっと心ちゃんのさバッグこうやって守ってるんだよなんでこんな俺心ちゃんのバッグ守ってるんだ渡されたからずっとこうやって守ってるんだよけなげすぎるだろ俺やっと勤まったなけなげだろどうなんだろうね。まあルールなんて合ってないようなもんだからね。今日はライブだからよくハイブリッジ。初見さんいらっしゃい。フォローよろしくです。夏似合わねえだろ。外ダメだよ。あっちいマジで。風があるからまだいいけどね。握手して握手。今リアタツしてるから。早く。あ早く行って。柴田じゃねえよあれニャン太郎さんじゃんワン太郎だよワン太郎かなんだよ間違えたよなあ猫じゃねえの猫じゃないのニャンでもないなんで偽物じゃん偽物だわ俺ニャン太郎かと思ったわふわっちのニャン太郎さんかと思ったらあいつ偽物だわしつけじじいだよしつけじじいだよなんだニャンの方じゃないってワンの方だって偽物だよあと一人アメリカ頼むってあと返しが早くなってきたのだんだん仕上がってきたのだんだん仕込みができてきた仕込みができてきたナオさんいらっしゃいすごいねめちゃめちゃやっぱ声かけられるずっとリアツされてんだよ街中でおお新八丁だすごいよ八丁とアドバス止まってますよ、はい、なんでわかんのアドバス止まってるよアドバス止まってますしげ兄さんアドバス止まってます
最初は 0.3 秒でもね、ちょっとやりづらいのはね、俺が喋ろうとするとワンタロウだよって言うんだよ。せめてボケさせろよ、最後まで聞いてから言えよ。たまに食い気味すぎる。あれって言った瞬間にワンタロウだよって言う。それは3回目ぐらいからやってほしい。2人で配信してこれ置いてるから。ワンタロウです。アメリカ人。え、猫太郎さんですよ。ワンタロウだよ。ワンタロウか。なんだ、ワンタロウかよ。偽物じゃねえかよ。リスナーじゃない、配信者。配信頑張って。偽物だわ、偽物。ワンタロウ、ワンタロウ、ワンタロウの方だって。あれ、キャベツ太郎さんじゃないですか。違う違う、お菓子じゃねえ、おやつじゃねえ。おやつ、違えよ。うまいものの会社のおやつじゃない。違う、ワンタロウだよ。白いワゴン、マジで。コメントでこのシャツ、チアシードみたいな。リアドしてください、ぜひ、しげ兄さん。ボルコム、あのリアドしてください。違う違う、おしゃれだ。チアシードみたいな。チアシード系のやつ。チアシードみたいな。口に入れる。あれ、きびだんご持ってる、あの有名な。桃太郎じゃねえよ。桃太郎じゃない。つべいないでしょ。しないの。なんだよ、有名な人じゃないじゃん。偽物だよ、あれ。なんだよ、めちゃめちゃ有名な人かと思った。ビハリセントいなくなるやん。じゃあ行こうか。あ、ポコロちゃん探しに行くの。なんだろうね、あの兄ちゃん帰ってこんと。誰だ。なんか出しゃばりだよね、あの人ね。大丈夫。あ、竜宮城でほら。違う、これなんだっけ。助けてねえし。助けてない、亀。助けてねえし。亀を。亀じゃねえし。違うの。これから。玉手箱の。じゃ、浦島太郎じゃねえか。違うのか。誰よ。正解。ワンタロウ。ワンタロウか。うん、なんだよ。全然有名じゃないじゃん。知らないよ。違う。何回聞いても入ってこないし。何なんだ、あいつ何。何回聞いても入ってこないな。何なんだ、全然わかんない。ねえ、そうだそうだそうだ、ほら、あの、マサカリで熊と、熊と。戦ってねえ。戦ってないの。金太郎だろ、お前なんで言うの、お前。おせえよ。だから違う、違うらしいわ。わかんねえな。全然わかんねえわ。なんでこんなに覚えらんないんだろうな。ボルコ、ボルコ、ビルコ、ビルコ、ビルコないでしょ。なんだろうね。こんなことあるの、なかなかないよ。なかなかないよ。デビューしたから、違う違う、配信してる。まだハトバス止まってますね。すごいな。あ、それもうやったわ。それもうやったわ。猿とかキジとか、あのキビ団子の人ですよねはもうやったわ。もう使っちゃったそれ。リスナーでしょ。リスナーじゃ配信者だぞ。ちゃんと言ってよ、みたいな。配信者だぞ。配信者、右割りしたね、配信者。なんて名前だよ。ワンタロウ、ワンタロウ。ツイッターもやってる。あれ、もしかして運営の人じゃないですか。で、なんで運営監視してるの。下手か。下手だわ。全然下手だ。いやいや、頑張ったよ。終わってないよ。終わってないよ。終わってないの。終わってないよ。帰っていいね。帰っていい。残しに来てるから。どうやって。インドから来るやん。え、インドから配信。ワンタロウいずれ飽きてきたな。どうしようか。カメラマンじゃねえよ。船長の。船長のじゃねえよ。なんかあの被爆地みたいなとこか、違うおっぱいマットとか。その船長じゃん。船長。違う違う違う。別に何も伝えたくない。出世の方がって。お願いします。え？出世。なんかさ、全然さ、慌ててさ、アップアップしとくからさ。あ、思い出した、あのトットコ、なんだっけ、トットコ、ハム太郎、ハム太郎さんですよ。ハム太郎じゃねえよ、なんで俺がさ、そんな仲間集めて、なんか集団か。なんだよ、人のボケの最中にボケかぶせんなよ。トットコハム太郎じゃねえのかよ。ハム太郎じゃねえよ。すげえのかよ、なんなんだよ。なんだよ、お前誰だよ。お前誰だよ。ワン太郎だよ。ワン太郎かよ。早く言えよ。気づかねえよ。
オーラがなさすぎて気づかねえよ。言ってくれよ早く。あんたろかよ。関係ない、知り合いじゃねえか。ノリがやばいって言うから俺いじる。頑張ってる方だと思うよ。誰か来たかな。誰か来た。あと一人が来てくれ。疲れた。あっちいな。なんだかんだであと1時間半か。どうしたらいいの。あんた。ああ、そうだろうね。やっちょさんって一人になってからってなんかなかなか来ないです。助けに来てくれる人が急激に減りません。疲れた、正直さ、みんなが嫌われた。何で嫌われちゃう。もうあんたろいじって時間潰すの飽きたぞ俺。どうするよ。これこれさん見た。これこれさんから配信前から。ワンタロウじゃもう尺の問題が難しいぞ。ワンタロウ潰れるぞ。あ、来たよ。あれ、誰ですか、リスナー、リスナーさん、バゴさんのリスナー。わかんない。なんだっけ、名前。リスナー、深夜町に憧れとる人だよ。深夜町。ドンキムラ。ドンキムラ。これねえ、今ごめんなさい、撮影中なんで。ちょ邪魔になったと思ったから。肖像権とかいろいろあるんで。大丈夫、肖像権大丈夫。大丈夫、50くらい減っとる。今50減ったね。なんか変なことしてる。何でもいいか。なんだっけ、名前。名前、もう名前思い出せねえ。ちょっと全然思い出せねえわ。どっかで見たことある。いい。どっかで見た。配信回し、特別ルールで、あの、ワンタロー配信回す。捕まえる様子も映さないと。わかんない。まあ私がずっと映してたこのね、助けに来るかもしれない。しまいにもうあの鳩太郎さんですか。違う、鳩胸じゃねえよ。誰が鳩胸うまいじゃん。鳩太郎さんですか。鳩太郎さんでもなんでもワン太郎だよ。ワン太郎か、犬の方だわ。具合悪くなってきたよ。犬かよ。具合悪いって言われてきたら俺犬あんま、犬派じゃねえからなんか。だから思い、ワンってな、よくわかんない。私、ワローさんとタバコのあれ一緒だから。アメリカンスティックス。だから何だ、共通点見つけて。あなたはタバコ吸わない。え、一太郎さんタバコ吸わないですか。違う、誰があの初期だよ。パソコンの初期じゃない。パソコンの初期別に一太郎じゃねえけど。一太郎スマイル。ワード初期。下手かお前、例え下手か。そこは普通にワン太郎だよね、いいじゃねえか。厳しいな、本当に大手厳しいけど、しょうがないわ。しょうがない。だってチアシードやもん。チアシード。ごめんね、チアシードなんで。なんでチアシード着てんだよ。チアシードじゃねえ。リス太郎さん、この服はないっすよ。あ、ワン太郎か。もう名前、うん。え、犬太郎さんは何色が好きなんですか。ワン太郎だ。ワン太郎かよ。レン太郎さん。レン太郎で、滝じゃねえんだよ。あれ、ルローニケンシンであの、日村抜刀斎の師匠の方だった。急に出てこない。出てこねえのか。彦清十郎だよ。全然勘違い。すぐ出せよ。普通にうるせえ。そういうことだよ。そうだよ。もういい。早うインド行ったら。行きたい。やつを、やつを。あれ、脱原発の山田なにさんでしたっけ。山田太郎じゃないよ。あ、じゃないの。誰の、誰の。変なの手紙を送るのしてないんすか。え、してないよ。お名前が、ワン太郎か。ただの配信者が送るわけないじゃん。ちゃんと心ちゃんもわかんない。反原発じゃなかったわ。反原発じゃないじゃん。2人も帰った。全然頭に入ってこない。2人どうやって助けを求めるの。え、どうやって。宮戸中に来たらいいんでしょ。呼べばいいんだ。2人しかおらん。全員東京、全員東京、全員東京。プロリスナーじゃねえって。でも青山をサポート行きたいけど、サポート行け。女の子一人に情報ないと逃げ切れないから。この人があと一人来たら逃げるとか。そもそも観光客やる。でもイギリス人、日本語うまいね。アメリカ人か。ごめん、本当にごめん、 USA か。正常期のごめんごめん。そしてツイートソックスか、わりわりわり。でもドイツソーセージめっちゃうまいよね。誰がチョリソーや。何言ってんの。こいつの方がうめえぞ。ただ、やっぱね、閲覧集めるやつ返しがうまいんだよ。何言ってんの。すごいもん。
俺チョリソーじゃないよっつってチンコ握ったかんね今。こいつの方が面白いぞ。やっぱ閲覧と面白さ比例するな。返しが全然違うわ。全然返しが違う。なんとか太郎とは違うわ。ワン太郎だよ。ワン太郎かよ。覚えろよ。あの、バイオリン弾く人やろ。違う、博士太郎じゃないよ。なんでそこだけ早いんだよ。どうも分かりやすいように言ってやったんや。優しさやね。優しさだよ、優しさだよ。気ぃ使うわ。テレちゃん B じゃない。ええ。フォローしとかないと表示されない。ハワイ行く人でしょ。あ、夢太郎さん、ふわっと始めたんすか。夢太郎じゃねえ。何何太郎、ワン太郎だよ。ちょっとお笑い芸人でボクサーやって、今ガンガンの人だよ。違う。デルトン。武士軍団のやつ。違うわ、鶴太郎。鶴太郎。ちょっと古い。レパートリーがない。マイクなんで俺らも引き出しも限界だから。頼むぞ。リアルピエの木は、いや、天狗でもなんでもない。ねえ。ハゲたよこれ。あと誰だっけ、ワトココロも。なんちょ、なかなかないね。ワトココロって V1 だっけ。配信よくいらっしゃい。ワンスパンとかのやつ言ってくれてもいい。だってどうしたらいいかわからないもん、この状況。ヘビ太郎さん、なんか飲みます。じゃあヘビ太郎じゃねえ。ヘビ太郎、ヘビっぽいかな。違う、シャツの柄見て言わないで。アマゾン、違う、愛されとるねえよ。雑になってきたよ。天太郎さん面白いわ。天太郎じゃねえ、焼肉屋じゃないよ。違う、ポーチェーンじゃないよ。違うのか、分かんねえな。何回聞いても名前覚えらんだよ。だけ覚えろよ。リスナー誰も覚えてないもんね。妖怪のあの目玉ここ連れて。親父いねえよ。親父じゃねえ、鬼太郎の方だよ、バカ野郎。なんで親父から入るの。テンポやろ。テンポが悪いよ。分かんねえよ。回転がないよ、回転。例えばさ、それ鬼太郎やろ、ここに目玉乗ってるやつとか言うんじゃないの。マジでしない。マジでしないで。マジでしない。マジでするけどよ。僕一回だけでもあのエッフェル塔見てみたいんですよ。やっぱりイタリアじゃない。イタリアじゃない、フランスだから。フランスなのエッフェル塔って。ちょっとね、日本語わからなかったわ。日本語わからない、難しかった。なんだろうな、アメリカ人いじってる方がこれ得だぞ、これ。アメリカ人いじった方が得があるな。なんだろう。もうさっきさ、お前ちょっと今日冴えてんな。市長が。いや、いじる方が楽だわ。コメントで、あの、全部拾ってくれるから、あれだね、配信会のリベロって呼んで。超えてくんじゃねえよ。お、ヒロ君いらっしゃい。こういう時はお茶こうやって立てることですよねって言ったら、茶道じゃねえよ、和道だよって言うから。それ古いから。ちょっと言って。お茶飲みたいな。うるせえよ、和道だよ。覚えとけよ。俺の名前平和の和道、お茶じゃねえわ。そうだよ、会社を飛びさせたらやめろ。最悪だよ。いじるが日本人じゃない。こうやってね、見張ってるふりして休んで後半なってるのさ、キレイのクソ話すぎるから、スマホだ。中南町です。まさか俺がワン太郎にいじられるとは思わなかった。返された。俺だけも解放された。好きな色のデノックシング。これ初めてなんで。ワドさんデニムここ初めて。めちゃめちゃダメージ。赤つきすぎでしょ。めちゃめちゃダメージ。ちょっと湿ってるし。湿るだろ、それ。ハトバスの後ろ。ハトバスの後ろ。お前名前も覚えられてもらえるの。ワンタロだよ。ワタロ、ワタ、ワタ、ワタ。初見さんいらっしゃい。ぜひフォローお願いします。まだ覚えてる。もう覚えてよ、覚えて、言い換えてよ。ワン太郎で、ワン太郎な。ワン太郎覚えやすいでしょ。天気こぼしてる。ワロさんとか、ヤチョは違うわ、やっぱ違う。あの、目玉の親父いつも連れとる。だから、キタロウじゃねえよ。だから、親がいないんだよ、ワン太郎は。親がいないのか。違う。悲しい生い立ちだな、俺。今言うことか。配信中だ。エンターテインメントなのに。何？ああ、ああ、お前楽し始めたな。お前若手が何？
何さ、だって一生懸命爪痕残そうと喋ってるじゃん。喋ってるよこうやって。ちょなんで、ね、お前はいつもコメント見て見てるだけかもしんないけど、2チャンネルとか。プロリスナーじゃねえ。じゃないの、何配信、ワンタロウだよ。ワンタロウか。配信者だよ。なんだ、がっかりだわ、ワンタロウだって。こっち見ないプロリスナーってがっかりしてんじゃん。ワンタロウかよ。がっかりさせんの。配信者だよ。楽しいよ。リスナーに見える、配信者に見える、会いに来ないと。配信者に見える、リスナー、CD さん、見てる方、大原さん、大原さん、私たちみたいに映してる方、みんなに流してる方、見てる方、やっぱ、一般の人、初めて配信した人も、リスナーに見える。リスナー知らないの？え、なんなの？配信者だって。嘘でしょ？配信めっちゃ考えてる。だってオーラないよ。オーラ？うん、オーラなんてどっから出るの？やべ、だんだん霞んで透明に見えてきた。オーラがなさすぎて。あるある、チアシードだけ見える？チアシード？チアシードだけ見える。健康診断。あと声聞こえる。声聞こえる。あ、そう。声大きいだけが取り出せる。朝次郎さんでした。朝次郎？朝次郎？トラ次郎だ。そうだ、トラ次郎だ。おー、ごめん、うっかりしてたわ。ワン太郎だから。ワン太郎かよ。なんだよ、ワン太郎かよ。全然気づかなかったわ。あれ、ルール違反じゃないの。もう、枠出てるもん。もういいんだよ、もういいんだよ。楽しちゃうよ。なんだ、ワン太郎か。いや、俺はね、ずっと、ワン太郎いじってるだけですね。そうね、なんかリスナーの人がね、なんかうるさいんですよ、声が。リスナーじゃないんだよ。なんで、なんで配信者でしょ。わかんない、聞こえないわ。ワンタロウだって。過疎すぎて聞こえなかったわ。あんた、ごめんね。ステッカー持ってるよ、俺。マジで誰の。ワドの。俺の、うん、あ、そう。どこで拾ったの。拾ってね、ちょっと下でしょ。あ、そうなの。その、記念すべき50人目のリアトツ俺だから。あ、そうなの。そうなの。会ったことあんの。会ったことあるでしょ。マジか。配信者にここまでで楽しそうです。あっ、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 あお兄さん、お前に言っちゃう。あ、ありがとう、続きした、ありがとう。あー、行ってらっしゃい。じゃあ、1分ぐらい逃げる猶予がある。ワン太郎かよ。がっかりだよ。よっしゃー。はい、新八丁さん、リアトツ社が現れたので、無事、はい。あ、実は今だったら、新八丁さん、そんな興味ない。でも、しげにさん、ありがとうございます。ほら、俺だって握手してもらえるんだぞ。よかった。鬼ごっこしてて。今日はもう、もう仕事のやつ。仕事のやつ。あ、本当ですか？はい、助けた！うわ、逃げた、逃げた。すげえ、すげえ、すげえ。あいつら頭いい、あいつら頭いい。あいつら頭いいわ。あいつら頭いいわ。新やっちゃさすがだわ。なんだっけ、なんとか太郎さん、どっか行っちゃったよ。なんだっけなぁ、何太郎だったっけなぁ。お疲れ様っす、お疲れ様っす。っすっす。ねぇ、逃げたわ。てか俺また一人。そうだろ。もう心ちゃんと絡みてぇわ。心ちゃんと絡みてぇわ。俺もうなんとか太郎、なんとか太郎のもう下り飽きたわ。もういなくなっちゃったよ。これ本当に何時までやるんだろう。なんか8時まで、え ?6 時までやるとか言ってたけど。もう残りバッテリー時間ねえぞ、俺。やばいぞ。だんだん涼しくなってきましたね。もうさっきもう、カンカン照りで。やばかったっす。かば焼き太郎今度使うわ。ネタ帳に入れとくわ。タクシー。
そういえばあれだな、テルチャンビンも来ねえな、そういえばしばらく。テルチャンビンってキャスできんだっけ、あいつ A 版じゃんあったっけ。ココロちゃんはね、なんかね、実際見たらね、なんか若干アムロ並み入ってるね。ちょっと外人っぽい顔だね。アムロ並みへとヨーダを足した感じだろ。かわいいよ、普通にかわいい。アムロちゃん入ってるよ。美人に決まってるでしょ。 AV 女優最近かわいくないとできねえわ。人気の仕事だから。ちょっとだけヨーダ入ってる。ちょっとわかるでしょ。ちょっとわかるでしょ。ちょっと入ってる。で、2% くらい入ってる。日が落ちたら急激に寒くなってきた。もうあと40分しか持たねえぞ、どうすんだよ。40分持たねえ、多分30分ぐらいでバッテリー切れるぞ俺。どうすっかな。ココロちゃんっていうとノンタンが嫉妬するよ。大丈夫だよノンタン。ノンタンが日本一可愛い、世界一可愛い。ノンタンは生まれ変わったんだよ。ていうかお前のコメント拾ったんだよハコルコ。ふざけんな。ココロちゃんは可愛いのとお前ふざけんなよ。どういうことだよ。トラップじゃねえか、ただ。ココロちゃん可愛いのってゴルゴのコメント拾ってなんだお前その後。あんまりココロちゃんって言うとノンタンが嫉妬するよ。お前のコメント拾ったんだ。トラップじゃねえかよ、ただ。おめえのコメントだろ。おかしいだろ。お前が呼ばせたんだ。トラップじゃん。新宿人多いな。怒ってない怒ってない。ホルちゃんね、全然ね、モテるでしょ。フワッチのアイドルでしょ。買い物してぇなぁ。服買いてぇよ、服。
やっちょ、また捕まったの？捕まりすぎでしょ？どんだけどんくさいんだよ。年でしょ？また捕まったの？捕まりすぎだよ。もう心ちゃん捕まえてくれよ。また捕まったのか。足遅いのかな？何なんだろうね。水飲もう心くんのバッグ持ってるの限界だわ。まだやってるよ。子供かよ。元気すぎるだろあいつら。わんぱく小僧か。わんぱくすぎるわ。おじさんにはきついよ。警備軽泥でこんなにはしゃぐやつ見たことねえわ。20後半で。あ、夏美さんだ。夏美さん来てくれたんだ、ありがとう。夏美さんは誰リスナーなんだろう。やっちょリスナーかな。次々に現れるこの国の色たちはあっという間に私を取り込みした。出会ったことがないはずなのに、もうこれ残り13分で終わりでいいでしょ。5時までどう考えても長いよね。全身筋肉痛になるよこれ絶対。やっちょは俺と同じぐらいじゃないかな。身長170ぐらいじゃない多分。なんだっけ、さっきいた、名前ど忘れした、なんだっけ、背高い子、すげえ高かった、イケメンだったよ。なんだっけ、普通にど忘れした、なんだっけ、ペルシャ猫じゃなくて、なんだっけ、シュマジローだ。シュマジローかっこよかった。シュマジローかっこよかった。背高くてイケメンだった。今年7月7日新たな新たが有楽町にオープンする。これが専用劇場オキュレデビュー。記念すべき初演ペロー都市公演はマジだわ。ずっと新宿いるよ。もう新た前に2017年、こんにちは。新たが世界へ飛び立つ。とにかくすごい美味しい缶コーヒー。コクが深くて世界で一番のバリスタが入れたみたいな。ここでいい？できます。世界一のバリスタ監修ナイトブレンド奥深ブレンド伊藤。よし。 Is there beer in here? Is there passion? つらいね。 We are a company that takes care of everything start to finish。 シミズオプト。大きいサイズの新私服は新宿サガテ。スーツ、カジュアルなたくさん。イッちゃんもおすすめ。新宿サガテ。
バカー、捕まっちゃったよ、捕まっちゃったよ、捕まっちゃったよ。トラップだよ、トラップ。邪魔いだ、捕まっちゃったよ。うまかったよ。トラップだよ、トラップ。リスナーが今回本当のこと言ってくれたわ。みんなありがとうな。みんなありがとう。見てこれ。愛人、あいつ頭いいな。愛人がうまいんだよ。知能戦が意外とできる。捕まえたね。笑っていいでもスタジオはあるんじゃん。だ番組が潰れただけだよ。俺入ったことあるよ。すごい狭いよ。ねえ、うまかった、うまかった。ねえ、みんながね、みんな心ちゃん見たいって言うから、ちょっとゲスト。ねえ。ここまで。いや、聞いてください。言ってよ、もう。言いたいことを全部言って。まさにハマりました。やっちょがまた捕まったって言うから、私は助けに来てあげたんですよ。あれガスなの、やっちょが捕まった。こっちも、てっちゃんとに捕まったって。うん、なんか本当だと思う。多分、入れ違いなんだろう。あ、じゃあまだ牢屋に来てないだろ。え、じゃああれじゃん、あと何ヘムちゃんってガチで捕まったみんな教えて。ねえ、あとかばやき太郎だけだ生きてんの。でもやっちゃうと本当に捕まってるんです。カレスタ遅いですね。遅いね。そうやだ、みんな乗ってたよ。ずーっと一人だけなんか顔だけアップにして周り景色映ってたんから全然わからん。いや悔しいです。捕まっちゃった。しかも一番アメリカ人さんです。捕まってこいですね。アメリカ人が一番捕まえてるの。めちゃめちゃうまいです。一番多いよね。多分僕3人か3人4人行ってる。私ここまで一緒に。やっちょ捕まえて、青山捕まえやすいついて、ワン太郎捕まえて、今捕まえる。やばね、こころちゃん可愛いよね。こころちゃん超可愛い。捕まえに違うんですよ、私野鳥を助けに来たんですよ。しかも最初バレてなかったのにアメリカ人さん後ろから来て。いや俺も気づかなかった。うまいんだよこいつ隠れんの。ストロング飲み始めたわ。おいカプセルブロック入れるぞ、ふざけんなよ。もうやばちょっと笑うわ。なんで達してんだよ。次は世界を笑顔にするぞ。新宿駅東口のシンボル、情報発信基地として日本中を笑顔にしてくれる。あー、アウト。どっちだ、どっちだ、どっちだ。専用劇場のその名も、はい、アウティーです。万太郎、今のは惜しかったよ。今の超惜しかったよ。ていうか、ココロちゃんのバッグをさ、バカにやってるから。あー、携帯壊れた。マジで携帯壊れた。今やっちょさん逃げてるよ。やっちょは解放されてるの。携帯壊れた。携帯壊れた、かわいそう。でもライブ強化ガラスつけてるから。やだ、うわー、ここは動け。今もう無理や、捕まえるの。いや、かばやき太郎は頑張ったよ。いやいや、ワン太郎だよ。ワン太郎かよ。全然面白くねえやつ。かがやき太郎捕まえるんだよ。全然面白くねえやつじゃん。びっくりした。かがやき太郎が面白いの。マジでしょ。ばっかりだわ。また、ひっこぼかけたわ。あいつ、弁償させよう、大原の。おー、弁償させよう。大原、クリスマスだから。馬太郎さん、この後どうしよう。なんで馬太郎さん、馬太郎さん、馬太郎誰だよ。なこと調子に乗って、なこなこと調子に乗って、白馬の王子様のつもりですかい。何回君捕まったかな。ココロちゃん捕まったよ。ココロちゃん捕まっちゃった。ヤチョは逃がした。でも私多分タッチ早かった。いや、わからん、わからんくない。いや、でもだってここのタッチ見えない。みんなが手膝。膝後で。2時間半早くチャンピン助けるか。チャンピンをさ、野鳥のとこ連れてってやる。野鳥が捕まったって言われたんです。
って、助けに来たので。鬼ごっこで気がする。マジマジ。張りに食らったじゃん。吐くぞ。そっち、そっちチェックしといて。そっち、そっちチェック。一人で使うのよ。これ私の手と足だ。もっと飲んで。もっと飲んで。二本目かよ。こころちゃんとワンザブローさんが捕まっちゃったんだって。飲んでる時に言われない。飲んでる時に言われない。あれ？今走ってた。そっち見といて、そっち見といて。準備しといた方がいいよ。ダッシュ、ダッシュ。助けに来る可能性あるよ。蹴られたんだよ。はぁ。なかなか。そんな交流じゃないよ。こういう氷持ってもらって。久しぶりに嫁以外の子触ったわ。鬼ごっこって悪いもんちゃうな。ええな、ほんま。ゆこるちゃん、青山つけ。いや、自分、自分、ダメよ、触った。アメリカ人。触ったダメ。だって、警察しか触る権利ない。この後、ちゃんと取り調べするから。別室そうでしょ、別室で。取り調べするんだよ、別室。お前、そういうプレイ望んでるの。嫁通報や。金出す。金出すのよ。いや本当でもやっちょな逃げさせたからね。そう。あとやっちょが6時まで粘るか。6時まで長くねえか。心ちゃんは頑張ってるよ。一人だって初めて捕まったもん。そうだよ。心ちゃんずっともさせてるんだよ。やっちょはなんですぐ捕まったの。やっちょはって捕まりすぎ。しかもチャンピーからなんかちょっと。鬼ごっこ一回中断して飯行かねってライン。あいつ舐めてんだろ。舐めてる。完全に舐めてる。メリットかあいつ完全に次の流れ持ってこうとしてもそのまま飯行くつもりでそのままなんかするつもりやん。俺だってこの やっちょが捕まって配信切れやろ。じゃあプロリスやな。配信者やから。えいいじゃないよ。何回聞くんですか。そう。え？ねえねえ。血が抜けてんじゃないですか。またまた。これ誰？おい。配信者だよ。ベッドもか。本当に。プロリスナーとかかわいそうですよ。あれですよ、コメントとか一生懸命。ちゃちゃ職人じゃねえ。違う。ワン太郎だよ。ワン太郎かよ。なんだがっかりだろ。はい、やっちゃった。あ、これは女の子をね。そっちま、そっちま。そっちマークだよ。ここ私のペンマーク。いや、ほとんどに。ここアンダル仮面さん、そういうのよくない。サンダル仮面さん。サンダル仮面じゃないよ。仮面もつけてないでしょ。ワンタロウだよ。仮面つけてないから。全然面白くねえな、お前。サンダル仮面かと思った。ペンネームとか。あ、はい。一旦大丈夫。これ、そっち見といて。絶対そっち見て。あの女、次がこれ返すと面倒くさいから。ちゃり生スラに協力するから生だついやらねえ。これ見ましたよ、青山の場所自分で入る時にテイって言ってませんでした。ちょっと2人捕まえてやれよ。あとはやっとなんとして和藤さんを和藤ちゃん違う。こんなだってイメージカラーがこう赤だよ。どっちも赤ならこんな変わる。お前負けたら捕まえたいな。頑張ってここ買っとけ。ここ定位置や定位置。だって心ちゃんなんかちゃんと買っとるね。ここチアシードや。チアシードただのチアシードじゃないから。肌じゃないんだったらちょっと肌じゃないとか見せてみて。肌じゃないから。じゃあ何なの。ふんころがし。ふんころがしもなんでもない。ハエでもない。人間だよ。人間かよ。人間かだよ。まず人間だよ。人間か。認めろ。全然面白くない。人間なのかよ。人間マジかよ。ちょっと待って。そう、待って。ハエでもないから。ハイバス。ジャパニーズハイバス。ふんころしと打ち合わせ。全然わかんねえなぁ。ノーパンとか
わないんだよ。またあのロマンティスついちゃう。ロマンティス。まあもう新野鳥捕まってくれ。新野鳥捕まってくれ。きついよ。もう無理だよ。アルタ前にずっといるのきついよ、おじさん。全身筋肉痛だからね。ほら、ココロちゃんいるよ。かわいいよ。楽太郎さんどこ行ったんだろうね。さすがだわ。おお。まずはすごい。なるかね。いや、いいんすよ。やっぱみんなでわしわしした方が面白いんすよ。さあ、楽太郎。楽太郎？楽太郎じゃんけん。違う違う違う、円楽とプリンじゃない。違う違う。何なのお前。ワン太郎だ。ワン太郎だよ、まあ、思い出したわ。ワン太郎だ。楽太郎じゃねえよ。なんだわ、ワン太郎か。100点一回もない。ワン太郎だって残念だね。それは今時の僕らさんです。青山とかに僕らさん。馴染みすぎです。大丈夫、馴染みすぎです。ただの、あの、待ち引きでしょ、かわいい。もう僕、来てくれるんだ。すいません。面白かったですか。違う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 。ゴミくずすっぽん便器さん。全然だよ。全然。本当にいいですか。うん。ありがとうございます。何さんだ。バッテリーなくなるよ。すっぽん便器さんって何ですか。長くね。ワンタロの方が覚えやすいでしょ。ワンタロか。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきました。ありがとうございます。お茶もらったわ。いただきます。いただきました。ガッツリ飲んでる。ガッツリ。KP です。KP!KP! KP! やってくれたよ。どうも。すごいね、なんかこう、リアトスで。すいません、僕もうそろそろバッテリー切れちゃうんで、皆さんありがとうございました。何さんでしたっけ？ワン太郎だよ。え最後に覚えてる。ワン太郎です、ワン太郎。えワン太郎だよ。入ってこないじゃん。こっち入ってるでしょ。ワン太郎でこう、なんか、ワン太郎。うん太郎うん、ね、うんこしてない。うんこ便所に引けねえよ。便器に引かれてるよ。全然わかんねえわ。全然わかんねえわ。もう。え大丈夫ですか。あ、いや、ブルートゥース。閲覧どれくらいあんの今ですか。うん。え81。ワンタロウじゃねえかよ。ワンタロウです。ワンタロウワンタロウです。ワンタロウだわ。閲覧で思い出しやがって。閲覧で思い出したわ。ドキッとしたよ。ワンタロウか、なんだ。バンタロウ。バンチしてんよ。あんただろ、バンは。そっか。バン、ココロ。ココロ、みんな俺の枠、俺の枠終わりまーす。ボールさん、もしまた映って終わりだから。ありがとうございます。頑張ります。いっす、いっす。だね。あの、何太郎さんだっけ。万太郎さんの枠か、小室さんの枠で。うん。そんなじじいだよ。よろしくお願いします。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。